別にメンズの靴履いたいいじゃないですか。え、でもスニーカーはいいですけど、そのヒールって女もスニーカーも女みたいな女ものの可愛いやつはサイズがないんです。女性用のね、僕もあのイベントで女装するとき靴めっちゃ7半なんですよ。イベントで女装するときに困る。あのなくて劇場のやつもうこうが広いんで。うん、私もこう広い。こうも広いし幅も広いんです。はい。あ、もうすぐ来るやろな。えつ。 そりそり通りが分かると思うんですよあれ誰ですかなんかごちゃごちゃ言うてくるやつ誰や靴のサイズの始まりからーオープニングしてるやつは台本,台本あるみたい呼んでるな。なんか呼 <laughs> ん,んでる、ね、なんやこのラジオ靴のサイズから始まるのかないねん <laughs> うもうすぐ照れながら伊藤 D に振りますよ <laughs> よし行こうプリマ旦那の今夜もトツガナイト どうもププリリママでですすアシスタントの中島静香ですさあ始まりましたね今週もはい今ねだからクリスマスシーズンがこうねもうすごいですもう今ユニバーもそうだほもうユニバもハロウィン終わった途端にね変わってクリスマス感が出てちょっと意識しだすとねプレゼントの話なんかあしああそうそうそうクリスマスプレゼント何欲しいですかっていうのねそれで靴の話になってたの靴下がね靴下欲しいっていうね ジェラートピケの可愛いらしい靴下欲しいです言あれね可愛いだけじゃなくてめちゃめちゃぬくいんですあったかいあったかいですでもサンタも困りますよね靴下に靴下入れなあかんそうやなホんまやわいいんかなみたいな確かにいいん二重の靴下それ履いたらいやん枕元に置いてるそれ履けよって思うから確かに女の子好きですもんねそういう可愛いいここ系のやつね 僕あれあんま好きじゃないですけどねそういう格好もこもこ女性のパジャマは安いいや可愛い,い,いやんかいやもう普通のストンっていうなんか テロテロのパンツと t シャツではいや俺もそのベタなさもこもこの結構短いパンツショートパンツアレンジャーマーカーショートパンツにもこもこの長い靴しあいいですねいいですよいいよねーはいでももはしないで飲んであーもうああい女だいたいなんかそうだみたいな匂いのコースけどそんなことが甘いそうお前の変形それは一人より嫌いよねわからまだそうだの匂いはそうだみたいな匂いを知らんよ って座るでしょそうそれぺタンって座るぺたんって座ってちょっと短いから際どい感じもやっぱいいっすよねでんかちょっとね女子力の店を持って飯作りよんねんけどソーダみたいに匂いう部屋がいやそうだみたいに飯食うきせへんねん知らんてその子だけやろそれはなお前どうなんクリスマスは何て言うの欲しいもんとか欲しいなまあまあ僕も靴下とかパンツやねやっぱりパンツ靴下パンツは靴下パンツ自分で買ってくださいよ いやその自分でも買うけどいただいてもそのあんまり好み出ないじゃないですか上着、うん、とかシャツとか服って。<laughs> なかいただいてもちょっと着にくい服やったりとか好みと違う場合があるけどパンつくとしたら見えないから履いててもだからありがたいですねいただくとそれはちょっと僕は僕もう嬉しいんです下にねでも自分で買わないものを買ってるくれてるっていうのが嬉しいんですよね自分でも選ばんやろなって色柄やから確かにだからその辺ですよねですよね自己中的な感じがしましたいやそういうことじゃないですよ でもそのんかこう自分がいつも選ばないものを選んでくれたとしてもそれを身につけてみるっていうのが嬉しいんじゃないですかじゃあ服とか頂いてもいいですか例えば全然好みと違う服もらっても着る私はさっき言いますからね大体これが欲しいとこれが欲しいこんなのは嫌だむしろんかこうもし服買うんやったら一緒に選びに行くから そっちのほうが確かに男としては楽やよだまあ僕らってねやっぱ特殊でいただくことがやっぱ多いからそうですよね彼氏彼女の間柄らやったらまあ言えるけどなそのね女子高生が一生懸命選んできたやろなっていうねやつを無限にはできないんじゃないですかうん だからまあコウノもね、ああやろうなーっていうね、うん、あのアウトドアのクラブしたけどね、うんうん、あのネオンカラーの靴下、うん、ダッサーと思うんですけど。いやホラいくよ。えー、やんか <laughs> いやこれいいじゃないですか。えやんいや俺は別に着って履いてるしないい、ね、それ、うん、そこの点に関しては履いてるということは履い,、ね、いてる。ほんまに中学生の女の子が履くような靴下とか、うん、いただいた場合ね。<laughs> 中学生の女の子のかわいい感じ。コンソックスのいやそ、そんなんじゃけど、もっとかわいい。幼稚園ぐらい。<laughs> ーボーイのコンソックスやの人。なんいス制服に着るやつじゃなくて。<laughs> はい。 可愛いなんかね明るめのやつとか頂くんですけどキャラクターの絵描いてそうキャラクターってことさすがに測れんやつとかもあったけどアンパンマンのから描いてるティガーのパンツ履いてるやんけティガーのパンツ履いてるよこいつね今日やこいつね今日やパンツ気抜いてないんすよ今日です今日ですんかねこれねティガーのお店に取ってくださいちゃうんすよかね可愛いって言われるやつをちゃんとしとんすよこいつあおそんなつもりしないで何にもないで何のパンツの今日の 普通のあのディーゼルの紫のボクサーパンツいいじゃないですか何も悪いことないですよねおしゃれじゃないですかおしゃれ。もうだから僕もあんまりそんなはずはけないんですよこういうキャラクターものがねディズニーもよくもろってたんですけどディズニーのは あえてししましたねなんか明るくなるんですよ朝履く時に <laughs> 普段の絶対自分とも、ね、<laughs> そう選ぶ時にねちょっとキャラクターの顔見えるだけでちょっと嬉ししなるんです,よんですね。 いいただいただものがやっぱりパンツはまあねあの最速というか、うん、こういう場所で言うとどうしてもねリスナーの方は我々のファンの方もいらっしゃいますし、はい、ねだってるみたいなんですけど真、うん、っこうのはじゃあそういう意味で。 パンツ靴下いやお前がそう改めて言う必要ないけどそうね値だったというかそれはしいという僕の気持ちですそれは野村あンのんか欲しいものとかクリスマスうんパソコンいやあかんてお前あかんに決まってるのそんなそんな値だり方ガムテープ貼ってんのいやそんなことないやろいややん ガムテープボボロロなガムテープ貼っててもうあれやねの硬い土台のとこやないと開かれへんねんこ抜けるから後ろこっちもほんま貼らなあかんねんけどガムテープ貼ってもうそっと開けんとああもう外れる画面の部分が取れそうやねキーボードと。 もうこんんなで書いてるからねかんこんな話したらほんまにくれる可能性あるからやめとこうどこのでもいいですけど大丈夫新品やんあのコアアイセブンの12日前後ぐらいのコア i7 で機種版を言うなお前な今はヒューレット・パッカーで HP のやつ使ってるんですけど欲しいところ言うなってあのお任せしますさだや オフィスは入ってる方はそれはもちろんね自分で入れろよその人はなワードあかんってパソコンなんてねだるなよそんなもん一応なえ一応やで今までそうなお前ちょっとやらしい話プレゼントね最高お値段貼るのって何もらいました僕テレビ頂いたことあるんですごいなすごいお客さんからお客さんからそう彼女とかじゃないねじゃないあれはねいやもう昔ですよだいぶ昔すごいことよすごいですね じゃ、気使いましたもん、でも、宛名もないから、返されへんし、劇場届いて。ええ、宛名もなく。宛名もなく。えわからず、その後からけんが、私が届けたんですよ。いや、ないないない。謎のまま。謎のまま。ええ。でも、まあまあ、掘るのもね。いや、そう、そう。あれやから、まあまあ、長いこと使って、今は、まあ、そのすけの梶谷が。後輩にあげた。梶谷、梶川。梶川、うん。 えー、捨てるよりはな欲しいっていう後輩がおんねんやったらそれ,それででも事前にというか何かのタイミングで「うん、テレビ今欲しいんですよ」とか言ったんですかいやや言言うな言うんんでしょねてるやん<ー> <laughs>

どうしてねだるなてんねん <laughs> 何ヒント出しとんねんほんなクイズ形式にして楽しますなよなあ当てた人が送ってきよるやんさきブルーレー搭載モデルも出てね <laughs> すごいな <laughs> えでもクリスマスってでもね、なんか今日お買い物してて、アクセサリー屋さんに行ったんですけど友達のやってる、なんかクリスマスだからっていう理由ですごい売れるらしいんですよやっぱり。れはね、クリスマスやから売れる。アクセサリーをなんかそのまあ交換し合うんですかね。彼氏彼女同士でやってするんちゃう？なるほど。クリスマスプレゼントやらしいですよ。はあ。 いいことちゃいますそれはそうなんですかいやそれだってアクセサリーってでも難しいですかいやもうでもね本当私いつも言うんですけど今の旦那さんがね付き合ってる時にその欲しくもないアクセサリーを買ってくれるわけじゃないですかいや大変んかそのいやいや嬉しいんです気持ちは本当に嬉しいんですけどよくあるイニシャルのあダサい 私はそれも嫌なんですよそれも嫌なんですよ聞いてください私中島静香じゃないですか S のイニシャルねネックレス買うじゃないですか蓋開けたら N のイニシャル中島のなんで私ファミリーネームつけなあかんのよみたいなまたその時は席入れる気もなかったでしょうう全然なかそね 例えばね自分の苗字のやつ開けるとかやったらまだなんかねちょっとあのねえへへへってできるじゃないですか N ってもうあれやったら僕野村なんで使いますよそっちもファミリーネームですいやイニシャルの開けたことないかなだから困りますね本当選びに行きたい一緒に 欲しいとも思わないですよね逆にあ俺らがそうイニシャルのものもまあ男性は特にタトゥーはね掘ろかなと思う思いはそっちの方がクリスマスに掘ってきたよっていうもプレゼントだよプレゼントだよプみたいな古いなプレゼント言うて自分の手見せられてもな何が一番いいんやろな女の子にあげるその外さない クリススマプレゼンいやでも外さへんもんそれがよくないと思うて箱の考えかかんのか外さへんもん買おうみたいなもうだからこの間衝撃やってんけど某有名あの石鹸だ美容用品だを売ってるねお店さんまあどこにでもあるよ京都にもあるし大阪ももういろんなとこあるはい男からするとちょっと気配ってるこのお風呂とかね肌ケア商品まあんか ちょっと何点セットみたいなんす入れても1500円3000円5000円まあプレゼント用にこれこう解いたらいけるやろってなんとなく多分今の若い男の人はね思ってたんですけど劇場の若いスタッフの女の子と喋ってる時に僕よう聞くんですよ今の流行りとか何がどうでみたいな。 いや最近ねあのどこどこのメーカーのようまあいただくんですけど、うん、なんかあれ買っとけばが見えるからちょっとねっああ<ー>、うん、確かにそうそこはむずいわないやでもそれはでもそうやねんって出てもうてんねんってだからでもそれってもう流行りに一個乗り遅れてる感があるからじゃん それが始まった時はそれは嬉しかったけどそうそうちょっと遅れて、ね、もうそれじゃないんよっていうことで、はいうん、いやでもその流行りとか言い出したらもうなんやねんって思うけどなほんまに、うん、早いからな女の子は特に早いよもう10年前の雑誌見たらフルってなるやんいやそれはいですよそれは <laughs> 10年前やから、ね、<laughs> いやなんでそのね普遍的なものを皆さん着ないんですかって思うのよ <laughs> 服僕は服もそうやし何、うん、でもかんでもね普遍、うん、的なものもありつつね <laughs> まあねこう回ってきますしねファッション特にリサーチじゃないですかやっぱりその子のこといやだからそういうがしいんですよそうですよね私もそれ楽しいです結局この子が何欲しいかを調べることを楽しみいや今怒られてるよえ君今怒られてるよ怒られてるのえ俺怒られてんのんか密になってる感じがしてたけど一緒にみんなで仲良くいってたんちゃうですよ ちょっとなんかほんまに気持ち悪いですよ当時ね彼女と住んでる時とかも、はい、雑誌とかね、うん、普段そんな別に彼女の雑誌なんか気にかけないじゃないですかちょっとこの雑誌も先取り先取りで、うんね、10月11月にはもうそういう特集組んでるから、うん、ちょっと今どれ欲しがってんねやみたいなんとなくでドックイヤー ページ折る子やったんですよ。折ってたんですよ、はいあ。よかったわ。ええわかりやすいよ。でうん、そこ見たらね。開いたら十七個ぐらいがプッワー回転する。真っ赤なページにね、いろんな商品がピアスしてやる子やったから、はい、あピアスかと思って、でも普段の見てたなんか星のやつはつけてじゃ星じゃないんかとかいろいろ考えて、うんうん、でこうってあげたら。 まあ喜んんででくれてたんですけど、はい、あの俺雑誌なあの見てちょっとどれか分からなかったけどこれでよかったうつって「俺めっちゃ嬉しい」うん「じゃあ本正直にどれやった?」っつって、うん、その雑誌見たらその追ってる僕はこっちのページやと思ってた裏面やったんですよああ逆かわいそう逆 <laughs> 全然毛糸ちゃうかって、ね、欲しがってたる <laughs> だからむずいわそうなると<ー> <laughs> そんだけさ努力しても 違かっけ結果それもまあまあしてくれてるっていうのでそれをまあ楽しく笑い話に2人の中でねああ頑張ったんだなそれだけっていうね本来にほんな N もいいじゃないですか N のイニシャルもまあまあでもここはお二人はご結婚までね行かれたからお付き合いされた時の話ですもんねそうです俺はえやん俺は逃げられてるからいやもう大失敗してるくらなってる大失敗してますよそれなあさあプレゼントあげていい感じ言ってたけど 結果伴ってないからいくら努力したか知らんけど逃げられてる逃げられてるってんやねんいや昔ね逃げられるって何やねん別れたとかじゃん逃げられるってんや歴代に逃げられてるってどんな感じにいやどういうふうに「もうダメです」と「一緒に入れません」はです 逃げ出しちゃったもうだからパンクしたんや、うん、彼女さんがいやだから昔同期でなんか人のオーラが見えるってねちょっと変わったこという子がいてたんですよその子が大体、あのー、岩手出身の子で、はい、ちょっとねなまりのある感じ物腰、うん、もも柔らかい子で大体、うんあのー、その人が結婚する時期が見えるっていうんですよ「うんへ<ぇ>やそれお前」言うてケケケケ言うてたら「うん、はい」 後々なっっててみるとりかし当たほんでみんな面白がって「えー、じゃあ俺は私はで」で劣な人あ言っててうん、うん、なんとなく順番最後僕で、うん、で言ってくれないんですよ、うん、であボケてると思って「うん、なんで俺の言わへんねん」って「いや野村くんはいいでしょうもう」みたいな「なんで俺も教えてくれやつ」つ、えーうん、あの野村くんはモテんだよ女の人来るんだけど彼氏彼女になって 一緒にいればいるほどあなたのことがわからないってなってみんなパニックで逃げるって,って。名前 <laughs> きついな。い<や> <laughs> そうそう。この時の岩手弁がもうこびりついる。いやお前やな。そう言うてる言葉もちょっとどきつすぎるしな。<laughs> えってなって。しかも当たってんだよ。それは当たってる。耐えられへん。えー、見てほしい。それ,それはあの同性では分からへんもんな、ね。俺は言うたら僕はね野村君と組んで八年間じゃないですか。はい。 そこの部分は違うってこと、彼女は女の子に見せる野村と、俺に見せる野村が違う。の <laughs> いや、好きな人い。違うに決まってるやん。<laughs> いや。<laughs> ってことはよ。じゃあ、でも。彼女やと思ってたんですかえ彼女とかじゃなくてね。僕は男目線で野村見てますけど。中地はどうなんかなって。そんなや。ほんまか。変な目でお前のこと見てる。100で言えるか。言えるよ、言えるよ。完全男男で見てるけど。中地は、僕が持ってる目線と多分違うと思う。女性目線で野村は見れるから。はい。その。 今まで歴代の彼女さんが逃げたといういや別にここ仕事のスペースやんか知らんやいやそうですよ知らんやろ俺がボケ倒してんの知らんやろしつこいでよここでやりそれえへんでここでやりそうずっとボケてんでもういや仕事の時やってほうがここプライベートでやらんでえからプライベートでボケ倒す。だから彼女逃げるんや写真となるわ みんな、ね、ツッコミもらっていや、いらんてそれで逃げてんのんどこでどこで披露すんねんその逃げた後そう磨いた腕は次の彼氏がかわいそうっすよ多分<ー>ボケへんからボケボケへんというか、まあ、幸せなんでしょうけど昔いやいや、それは、うん、また違う幸せとまだ違うから。 ボケる人が幸せかどうかわかんないでしょ笑いやってる仕事のね笑いの仕事をしてる人間の維持はそこだけやからにそれを今言えるお前が怖い笑いにこだわりがない彼女からしたらやで逃げた彼女からしたら何が幸せかって言ったらそこじゃないかもしれんやんかま価値観はなそこに置いて重きを置いてなかったからそう。いらんってなってんやろうけどそんなはっきり 深めに言うのよ。分かってんね。ちょっとオープニングだんだん暗くなってきてるんですけど、大丈夫ですか？始まったばかりですけいやわかるですよ。だからあのねほんま大学生の女の子みたいなこと言いますけど、マジクリスマス近くなってきて彼女欲しい。やっぱそんな思うんです。冬になると。いや全然思わないですけど。あのまあ折ったらあなたで、まあ楽しいことも多いだろうしなデートしてもそれこらプレゼントあげあってもイベントやからな。そうだ。クリスマス。 ええー、じゃあ今日のメッセージテーマは何でしょう、はい、何しようかなピアス何やピアスの話送ってこれんのかピアスで産んだ話、えー、何て何産んだ話 <laughs> 学校生の時に一回あるやつやけどいやもうなんかクリスマスプレゼントとかにします プレゼントにまつわるエピソードでうそうです、ね、こんなサプライズしたことあるとかでもいいですし、はい、クリスマスだけじゃなくて、うん、お誕生日でも正直こんなものって驚いたとか、うん、困ったとかでもいいです、ねうんはい。ういう今まで一番こう自分が頑張ったプレゼントとか締めくくりはね盆と正月がいっぺんに来たような気分でしたみたいな。 そんな感じで統一戦でやしめ方お願いします各々で考えてくださいさあ今日のメッセージテーマはプレゼントにまつわるエピソードですどしどしお寄せくださいさあ番組のコーナーもご紹介していきましょうまず1位を決めないとこれはリスナーさんからテーマを募集しまして3人でテーマについての思いをプレゼンし合うというディベートコーナーですカップ麺の1位怖い話の1位など1位を決めてほしいテーマを送ってきてください ラジオドラマナイトはリスナーさんからお題を募集し、そのお題で野村さんがラジオドラマを一本書き上げます。うん、それを3人で演じようというコーナーですから、はい、ドラマにしてほしいというお題を送ってください。はい、ちなみに今日のお題はもう決まっています。大阪府のラジオネーム、チャー大好きさんからいただきました。幻の土地を目指して。 です楽しみに何 <laughs> やこれ言 <laughs> <laughs> うな野村を困らせればいいってもんじゃない僕的にどんなお題でもいけるって言った <laughs> ほんまにチャー大好きさんはこれをな <laughs>、うん これ,をこれななんやこここのパッと出てこい,よいこれでドラマ書いてほしいと思ったんやからなんかあったんじゃないですか<え>こう思いがうんなんかあるんですか今、ね、日も,いいも聞いてくれてるでしょうはい、はい、楽しみにしておいてください河野を好きになってもらわないとのコーナーでは、はいえー、プリマダンなんでツイッターのフォロワー数が少ない方の河野さんが人気が出ますように河野さん自身に自分をプレゼンしてもらうというコーナーです,、うんですね、はい、はい、えっ、ー、とどんなことを話すかっていうのをまあこの今のお時間ぐらいに、はい ツイートしておきましょうかそうです、ねえー、今日はですね、今流行りの〇〇チャートをみんなでしてみようということです そう、いう遊び。まあ、ちょっとね、いろんな、あの、イエスかノーでいろいろ聞いていって、診断していったら。ちょっとあるものがわかるというのがあるんで、今日は、それはちょっと、みんな一緒。では、なんか、その、分かったことによって、もしかしたら、河野さんじゃなくて、野村さんが、もしくは、私が。好きになってもらえるかもしれないってことですか。その可能性もありますね。頑張ります。いや、笑ってるけど、焦りや。いや、こう、みんなで楽しむようなものを持ってきたからっていうことですぜひ、皆さん、あの、河野さんのツイッターを。フォローしていただきまして。やってんの、初めての。いや、ずっとやってんね。 <laughs> ずっとやってるツイッターフォローしてくださいあのリツイートもね、はい、お願いしたいと思いますお願いします、はい、毎回お題に沿ったリスナーさんからの答えを募集しています今日のお題は歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてくださいです、うん、その回答の中から河野さんと私が一番好きだと思う回答を選んで野村さんがその私たちの回答と対決します、はい、どしどしご応募ください 未来の奥さんにこれ言ってもらわないと野村さんが毎回妄想のシチュエーションを考えそのお芝居をします、うん、最後に野村さんが言ってほしいという一言を人妻の私中路が言うというコーナーです、はい、ワンステップビューティーではラジオでカットモデルをしてくれる方を大募集中です、はい、カットでイメチェン大変身したいという方年齢性別問いませんカットカラーパーマ全て無料ですのでお気軽にご応募ください、うん 番組に投稿してくださった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントしています、えー、もうそろそろできるようなそうですよそうステッカーは、はい、もうすぐもうそろそろですよねなので、えー、楽しみに <laughs> まだゲームツアここにはない <laughs> ベロ出してヘラヘラしてます <laughs> <laughs> ゲームツはまだ見えませんが <laughs> もうすぐできるということなので、はい、でもあの着々と 進んでおります一歩一歩完成に向けて半画説がね先週から出てるそうなんですよそうですねここまでしてんねや一つ一つゆっく、ね、りっていうねるか,ら、えー、かもしれません仕上がり楽しみにしておいてください、はい、さあ宛先ですメールアドレスは「はい、旦那」「#KBS. 京都 DANNA」N「#KBS. 京都ックスの方は「0754312300」 零七五四三一二三零零までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、それでは、音楽をお届けしましょう。今日のオープニングにぴったりですね。かな分。な、うん何でもねだり。プリマダウンドの今夜も突がないと。ケビンス京都からお送りしています。

でではここでゲストの方をお迎えしましまょう、はい、今日はですね11月21日土曜日の午前10時から夕方まで亀岡駅前の5つのエリアにて開催されます亀岡駅前100円商店街についてお話をしてくださるということで、うん、実行委員長の北村さんが来てくださいましたよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いしますさあ早速ですが、うん、この亀岡駅前100円商店街、はい、これが来週の 土曜日ですね、21日に開催されるということでこ、うん、このタイトルが付いてるってことは100円の、はい。ね まあ商品が並ぶイベントとといううこでですかそうですかそね、うん、あのお店の前に100円の商品をいっぱい並べてもって、はい、まあ100円なんで安いんで、うん、まあそれ目がけてたくさんお客さんが来てもらおうというようなイベントになっております。うんうん、100円な,なんでも100円なんですか基本的には、はい。基本的にはねただまああの全部が100円にはならないんですけど、はい、あの目玉の商品であったり、まあ、体験をしてもらうっていうのを100円でえ提供するという。うんそ 体験その商品以外にもあるってことそうなんですよ。あの中にはねあの店主にビンタというえいきなりどういうのものから紹介してま大丈夫ちょっとどういうことですかの製麺所さん店主にビンタ一発カッコ女性限定はいそうですね何パネルが分かんないけどね清め女がはい百円でビンタできる何どういうことね。 製麺所ってことは麺を売るんじゃなくていやでもえらいもんですごいですよ佐野って製麺所さん仮面岡駅を降りて一番近いんじゃんか行ってすぐみんなまずはそこからんでまずビンタからいやいろんな買ったあとでええでしょ ののこうまあ制限がありますけれども、その中で何かできること、売り出せるものということで、皆さん、本当に工夫を凝らしてるていう感じ、ね、そうですね、あのー、まああの100円でいうと、非常に買いやすい値段、はいはい、なんで、それのぎりぎりの範囲で、工夫を凝らして、なかなか100円でね、利益出すいうのは難しいですけど、それをえと餌にというかね,うね <laughs> う、きっかけに、ね、きっかけに、そうですね。 きっかけに、でもそうですよね、この店舗、今、私たち、チラシを見せていただいてるんですけれども、はい、思ったより数が多いのがすごいです、ね、何店舗ですか、これ一えっとね、一応数えたら100人ぐらいありまし百、ね、店舗を超える店舗が、はいろ、ねはい、んなものを工夫を凝らして、この日だけということですもんね。そうですねはい ということは、そのまあ売り上げの話もさっきありましたけれども、もしかしたらその日だけということで、あのいつもはこの値段では買うことができないものを出している店舗もあるかもしれない。そうですね。あの百円ランチっていうのもね、ランチはい、ってそうなんですよ。ランチ一品とかじゃないわけですから。一応ランチ。一品でも安い。いやそうですよね。うん。百円で。ランチね千円近いランチをこの日は百円で出していただくというのも目玉としてあります。へー。行ってみ。 面白そうですよ、ね。<laughs> 映画の DVD とかも書いてますけど、これ100円であるんかな100円,？100円で売り出すんでしょうね。CD 内藤さんはい。 だから、宣伝的にこうちょっとお安くさしてもたりとかね、うん、いうのもやっぱりお店の方、考えていただいてるんで、うん、いろいろ出していただいてますね。確かに、200円で売ってるものもありますけど、はい、お店はね、もちろんいろんなものを売っているという店舗も多いと思いますから、それを知るきっかけになると。 英語学院のワンデイ生徒募集とか、面白<ー>いですよね。これも百円で英語をちょっと習えるそうですよね。百円でも結構かかりますよ、ね。色々、はい、のつかみ取り。皆さん、ね、アイデアを出していただいてるんで、んまあ楽しみにしております。えー、このイベントを開催するきっかけというのはあったんですか。はい、そうですね。あの半年ぐらい前にあのまあ今年計画というのをね、はいえと、作成するにあたって、まあ今全国でこの百商店街というのはすごくあの稼ぎ方に役立っているということを聞きましたんで。<ー> でまああの私たちもね近隣にたくさん商店街がありましたんで、うん、まあこれはできるんじゃないかということでまあ始めさせていた,だいたわけなんですけどね。むしろこれぐらいの店舗がこう商店街として集まってる。 この規模ってなかなかないような感じもしますよね確かに一回行ったことある人でもあまだまだこんなお店はいっぱいあったんやっていうね知るきっかけになりますし普段同じお店ばかり行ってる人も他のお店に行くきっかけになるといいです今回のぼりをこの専用の作らせていただくんですけどのぼりを各お店に出していただくんであっちにもあるあっちにもあるということで歩いていただいてお店を発見していただこうかなといううに亀丸くんがね キャラクなす目印になってます。亀、うんはい、岡市はその市政60周年の年を迎えるということで、はいはい、これでもう皆さん一緒にこうなんか盛り上がっていこうというような,な、ね、そうですねあの結構これだけじゃなくていろんなあの市政60周年にあたってあのイベント等、えー、とうとされてまして、まあ、その一つで、うん、私らもあのこれをするということでいろいろお世話になっております。へ<ー>はい でもこの目標とかっていうのはみんなで掲げたりするんですか。そうですね。一応やっぱり皆さんね商売してるんで、やっぱり売り上げであったりとか、はい、あのお客さんがたくさん来るというので、ね、やっぱりその通常よりかは10%ぐらいアップした感じを目標にまあ取り組んではおります。うん、はい。今回ですね。 初めての亀岡では初ですね第1回っていうですよね楽円商店街店舗において1万人の来場を見込んで一応ねスタッフさんがこの Q&A 僕たちが質問して北村さんに答えていただく坂で僕らの Q で商売における一番の起爆さはやっぱり儲かることですよねってこれなかなか聞きづらいですねさっきもちょっと変なこと言ってたし僕らの機能をやってるんですけど 儲かること言わしにかなんかでアンさんもはいその通りですそう一応ね想定でそうほんまほんまそうですねまああのほんまにまあねあの商品買うって言ったらあのお店に行くだけじゃなくてネットとかスマホでね何もでも買えるという。 時代になってるんで、うん、やっぱりもう一度そんな時代でもお店に来ていただくということをいろいろね、うんうん、僕らちっちゃい自分でやっぱこうお母ちゃんとか、うん、そうこそおじいちゃんおばあちゃんに連れられて商店街のその商店でそれぞれねものを選んで買うっていうのが、はいうん、そうそこのお店のおばちゃんとかおっちゃんと仲良くなったりしますね、うん、そ,うそうなんですよね、うん それに役立っていただければなと。亀丸くんも言ってます。八百円でまあいっぱい持って。そう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 。お釣り困るんだみたいな。両替した状態で。そうそう、はい、いっね。確かにその方が助かりますね。いや、でもやっぱりそのまあね、あの儲かるお話もありましたけど。それによって、商店街がこう賑わいを見せるというか。なんかこう会話が生まれるっていうイメージが、なんかすごい街の雰囲気としてはいいですよね。 わ、はいうん、かりましたありがとうございます、はいうん、ぜひ皆さん、はいね、100円商店街今回亀岡市では初めてと、はいうすから初回から、はい、ぜひ皆さんと一緒に盛り上げていただければと思います、はいえー、ラジオ聴きの皆さんも、うん、来週21日、うん、土曜日 午前10時から開催されます亀岡駅前100円商店街ぜひ気軽に遊びに行ってみてください。はい、今日はですね亀岡駅前100円商店街実行委員長の北村さんにご出演いただきました北村さんありがとうございました。ありがとうございました。ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。振りま旦那の今夜も突きがないと KBS 京都からお送りしています。もう中島さん全部言う。 位を決めないと早いいいなな位位をを決決めめととですさあこのコーナーはリスナーさんから頂い,いたテーマについて3人でプレゼンをし合うというコーナーです、はい、えー自分たちの思いをぶつけ合って1位を決めるということなんですが、はい、テーマは毎回リスナーさんから募集しています、うんうん、さあ今日のですねはい、はい、テーマは 滋賀県の女性ラジオネームコンコンさんからだきましたこんばんはいつも楽しく聞いていますありがとうございますいただきました家の中でなくても大丈夫なもの1位なんていかがでしょうかいいですね家の中で何かありそうなあるけどもってことねはいいいのの家にあるけどなくてももはいなくても大丈夫なもの いろいろありそうな気はするけども私思い浮かびますねうん僕も僕もなただねこのコーナー毎回ね中地さんが汲み取ってないいや違いす河野が人のことは悪く言うけど自分の意見はそんな強く主張しない,んいやそんなことないです、ねね、僕が勝つねもう手はずが整っとる違いますい違いますやもやいやいやいまいや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 いでいや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  さんありがとうございます生まれ変わります私今日にとっていいお題ですかこれバッチリ説得して1位を取りますマジでいやいいよじゃあくもんなら行きましょう決まりました決まりました僕はいじゃ僕からいきますよ僕はなくていいものスリッパいるっていやいやスリッパいらんよだっていりますっていやいやいいいつ履くのだって僕は7つありますよ2人暮らしで いいいや多多なんでそんな色それは14ってことですか147足あるとってこ七、7組ね7組でもなんか1個あんまり偶数じゃないですかじゃあ7組やろ14やら全員あの2人でそれ回して使ってあなるほどえってことは14足あるってことですか細かいなんですかとにかく多いでええやんつで1足でしょ7足ですよ7ペア 七ペアって言うんでます。はい。右左で二足でしょ？えでしょ？どういうこと？違う違う。中地さん旦那さんってことじゃなくて？でそうですそれで二足さらにプラス五足あります。ああお客さん用にお客さん用に対応できるのでそう言ってくれない。そうですかわかりますよね。広いんですか？広くないですけどみんな来てくれるし。 いや、なんかこう夏用と冬用とかも。いな、いや、<ー>そうか、ね、でも、はい、はい,はい。わかるです。でも、野村君、一人暮らしやったり、ワンルームで住んでたら、スリッパなんていらんやろ。使うよ。お手洗い、絶対スリッパ。ほら、お手洗いなんか、特にいりますよ。お手洗いは、あるけど、なくても大丈夫や。 このお題にはぴっやんで最近寒くなってきたじゃないですかフローリングですフローリングですよ余計冷たいじゃないですかフローリングやけどこたつあるから結局こたつの中入るもすぐ急にトイレからリビング飛んだよそうですよ狭いもんだってトイレから歩いていってリビング横切歩いてる歩いてる歩いる歩いるええその間履くのいやトイレの中では履くのい我々男性やったら特に一日働いてさ、油足でベタ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 さえでも家歩いてんの誰ですか どこで履くんですか家履いてとりあえず返事をせよ。返事はせえよ。私の話聞いてます。家履いて、まず履くんですかいくつ脱ぎますやんか。うん。その時履きますはい。でしょはい。そこのことですね履くけど、履くけど、僕すぐだから、あの、こたつとかあるから、うん。すぐ脱ぐねん、結局。うん。はい。こたつの中にスリッパ履いていけへんんはい。 こたつ入ってる時でしょこの缶のためのスリッパっていうのはその歩く缶に使うものまだこたつから出て履いてどっか行くにも全部履くの部屋中履きますよほな部屋中どっか行くにはスリッパずっと履いてんのはいいるそれほらいりますよねで履くの今の時点で2人いるって言ってる汚れるからきれいやもんだって汚れるとか寒いとかあるじゃない靴下履くやんだって家から帰ってきてそのまま靴下履いてるやん靴下は俺脱ぐ すぐ,脱ぐの家着いたら私も、うん、りにすぐ脱ぐだ履きや靴下をじゃあ、うん、俺履くもんでもさにだからスリッパいらんの靴下<ー>さらにスリッパですよいやいらんけどなスリッパえでもじゃあ,あの河野さんはいらなくても、うん、例えばじゃあお客さんが来た時に河野さんの部屋めっちゃ汚いってなった時に綺麗やスリッパ欲しいなってなりません <laughs> マナーとしてねお招きした時になくても大丈夫や大丈夫なのは河野さんだけであって河野さんの家うわちょっと少なくとも今3分の2中井さんと僕はスリッパいるっていうからはい負けああ何ですかちょっと待って私結構自信あります何を聞こえんだキッチン用品なんですけどお玉置きお玉置きお鍋の時もそうですけどお玉置きって 結局ねなんかすごい<ー>売ってる時は便利そうなんですけどもうね洗い物増えるし変わった形やし<ー>なんか直しにくいしで、うん、結局ね使わないんですよねか便利グッズが逆に不便な言わせてもらいますけど、はい、お玉置きなんかもともとないそうでしょう だからなくてもともとほらねないもんもともとほんならまあまあおたまおきに代表されるような、うん、最近ちょっと行き過ぎた便利グッズ、ね、そうなんですようんないもんだって結局あのまあちょっと別のものになりますけど、うん、こうシリコンの こう挟むやつでチンしたお皿を熱くないように持ち運べるっていうのも結局使わない、はいはいうん、じゃそれもともといらんやん結局布巾とかでなんか鍋つかみとかでやっちゃいますし,と、ね、しもともといらんやんうんそれい,い,いい生活してますわ中地がいやでもいやまあそれはだってご結婚されてるからまた俺らとはちゃう,ってう違うんかこれは感覚がうん ほんなら女性目線やでもこれリスナーの方は結構サウンドアップ僕もんか一人はしてるけどお母ちゃんがなんかちょっと買ってきてくれたそう便利グッズ俺はそんなに自炊が得意でもないからなんかこう逆に人手増えたりすることあんねんそなんとか置きとかそう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 なんですや料理してる時も結局おたまどこをこうってまな板の横にちょっとだけ引っ掛けとくんですよいやわかりますよ普通それ普通やねうん 何やそのとぼけた顔何やそのとぼけた声と顔はいやでもここにですよお玉大きいでもある買っちゃうとかこれどれぐらいあるの結構みんな買ってますよ買ってます家にありますお玉大きいみんなない言うていやもう男性ばっかや男性ばっかだからねえあそうこれはもう結構自信ありますよいやー言うんとしてるのはからんでないですけどねそういうことですよね野村は家にあるけどいらないもの さんかなおらんやんけ <laughs> まず結婚してへんやろ「いた言いて」ね「言いて」じゃなくて「言いたいこと言うこんなんじゃないからなあ何してんのないやとつがないとねとつがないとで,でいとつぎて」とか言わんとってな家にあるもの言えまず <laughs> ないやろもともとかみさんは単一と単四のストック <laughs> いやいるいるいいいいますいいります炭酸はなんだかんだ代用ね多いんですよ共有できるものが目覚まし時計壁掛け時計何かとリモコンでもそうですよ何かと炭酸使うんですけどピンポイントであレコーダーだけ単4なんやとかあたまになちっちゃいのなこの大きいやつは単1なんやおおでまあ買うけどもあんなんて2個セットみたいなんじゃないですかで1個取って使ってでまあまあ また次切れたらみたいなんでフィルムをねつけた状態でなんかこう電話代の下んとことかまめああな人やったらヘりがなんか遅なるっていうのをねあの伊藤家の食卓で聞いたな冷蔵庫入れとこ冷やしてたら長もちいいんいやけどその日が暮れども過ごせども結局使てないんですよいや今きれ掘るんすよ絶対でもうな結局なんかちょっとねバーッて整理する時きわ 傷んんでるやんこれとかで冷蔵庫整理する、うん、電池まだあったなもうこれなんか液漏れとかも怖いしもいっぺんほっとこうで半年後切れた単一、うん、んやねんってなるり返し <laughs> でもまたその半分使ってみたいな、えー、<で>そう、ね、なるん結局無駄が生まれてるんですよ 単四に囲まれた生活、あなたが選んでるんです。単四を引き寄せてるんです。単四引き寄せたいです。うだから、私は、例えば、電動歯ブラシも単四。ええ、生活しとんな。え電動歯ブラシ。ダメな、ダメな電池を、あの、練り歩いてるんですよ。そういう寄せ集めたいダメンチウォーカー。ダメンチウォーカー。ダメンチウォーカー。あと、あれです。シェーバーとかも。シェーバーっていうんですか。シェーバーカミソリ。 はいはい、電動カミストリーみたいな電動ばっかりやんもう いやでも電池ってそういうもんですからすそれ中地さんに怒ってんのか文明の利器に怒ってんのか何なだう <laughs> そうですよいや中地さんそれや生活水準がこれ違うだから俺ぐらいの生活だとスリッパまずいらん,んい。そんな変わらない,ですっていやスリッパいる生活してるってことでええー、生活ですもんそんなことないですって僕らみたいなねお金のない若手芸人はスリッパから削らなあかんねんいやお前金ないことないよ金ないですよそんなもん、えーね、節制してるやつがそ,のそういう時だけ芸人みたいな感じでって喋るない,やいやんないね内容がね もう飲んで飲む使うですよよい腰の金はもう問題問題ありませんよそんな稼いだら使うそう絶対ですだからまずはスリッパだからまずはスリッパ言われた時間に来る言われた時間に帰る飲みにもいかん金減るわけないないよ何なんですか何を買おうとしてるんですか何を買おうとしてませんけどいやちょっと待ってこれどうなん ええ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 まあまあお時間も近づいていこので選ぶのはあくまで公正な伊藤ディレクター髪切りましたねやめろお前私も気づいてた俺も気づいてたねこううんだよここで髪切ったの気づいたからって別にね関係ないです何のあくまでフラットです今日勝ちそうでは正直難しいとはいそれはみんなまあまあそれなりに意見が出てるから スリッパを入れるなって勝手にお前いつもみんなと同じ顔にするよなスリッパいやこれなでも共感してる人もおるっていやそうかな少ないと思うなほんま共感してる人は少ないと思うあ決めるのは伊藤 D やからあっ来た来い来いえっまた野村やんまた野村やんちょっと待てやおいここなんかあれやな変やまた野村やんか変やなあ その、<え>おい、それ1枚しか持ってないのその紙。<laughs> 使いましたよ、野村さんっていう紙。カードしか持ってないでしょな。毎回その字見とんねん。あ<れ>なんだんあの和紙とかになってくる。<laughs> なんで、な,なんでそれええ紙になってくんでん、そこが。嘘,嘘なんで電池他が弱かったって <laughs> 絶対そんなことないお玉置き忘れてるだけんな言われる順番変えましょう順番伊藤 D 忘れてるだけ伊藤 D が記憶力の問題ねそう記憶力の問題ですよ最初に言った人のこと忘れてますよト分て可かんないですよ 伊藤さんの心を読んで、うん、なん何なん,なんこうそういう対決じゃないでしょう。で赤でもいいですピンクでもいいです緑でもいいです <laughs> あえて選ばないのならゴールドでもいいです <laughs> <laughs> それで選ばしてんの、うん、野村という札を、うんうん、ちょっと、ね、全然勝てへんや今日のはちょっと納得いかないちょっとな ああ裏裏ちょっと待って野村さんの裏だから自じしていやー野ないやんそんなにパターンしかないやんおい河野さん1位です今今ありもんで手書きしてはるからほんまあるそれちゃんとさあリスナーさんからは1位を決めてほしいテーマまだまだ募集しています送ってきてくださいメールアドレスは「旦那アットマーク k b s k y o 京都 d a n n a アットマーク k b s ドット京都です。皆さんからの、え一、ー、位を決めてほしいテーマ、お待ちしております。はい、以上、一位を決めないとのコーナーでした。プリマダウンドの、今夜もとつがないと。k b s 京都からお送りしています。 はい。ということで、メッセージもいただいていますね、はい。はい。えーですね、大阪府市場のあて市のメグタンさんからいただきました。今日のテーマはプレゼントですね。えー、皆さんこんばんは。こんばんは。んんは私は仕事先のお客さんにプレゼントをいただいたのですが、んん自宅へ。遅いな, <laughs> な <laughs> 言ってないなと思って。そんな怒らんで。<laughs> 読んでたよ、途中まで。はんんは私は仕事先のお客さんにプレゼントをいただいたのですが、はい、自宅へ帰ってきて開けてみたら、 下着でしたびっくりした反面少し気持ち悪かったので友達にあげました友達も友達もちょっと皆さんファンの方から頂いたものびっくりしたプレゼントありますか下着って女性ってことですちょっと嫌よねそのねえ彼氏彼女やったええけどいやでも彼氏彼女でも嫌い自分がパンツ欲しいああまあ言っていや女性は嫌やねってことああまあまあ男がもらうのばなんやろなその職場はちゃうな にそう確かにですよねそうかでもこれでも渡したのが女性かどうか分からへんねもらった方はな女性の方やけど女の人からやってまだあんのかでもこの書き方って男性からいた,だいたのかどうかないですよねそこ一番今日そこでも結構大事よないやでもね例えばこれを身につけてほしいとかやったら僕はありやと思うんですよ ありですかジョークグッズ渡すっていうのねあるじゃないですかやり取りとしてはいはいはいその感じでセクハラじゃなくてああ面白いやつやったらなでもジョークのもう受け取られてないですよねこの時点で友達にそう気持ち悪かったら友達にあげれるもんやからで男の人が下着売り場に行ってえ下着の種類にもよるやんか当たり触りないねやつなのか下着売り場にみにってのがちょっとね 男性が一人かどうか分からんけどえでもそのパンティーなんかなそのブラジャーセットなんかな何だろう違和がいいですけどねもらうんだったらそう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 だうそうそうそうやうそらって欲しいのらうそうそうそっそう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 感じはしまうそ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 う言うそえようそうそうそう見たあかんやそう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 そ ちょっと何自分だっけかまと飛ぶって <laughs> いやいやアカめちゃくちゃやで、ね、お前おかまとととかじゃない中地のパンツなんか見てあんのおかしいでしょもう<ぁ>当たり前変なことなるでしょノリで見せるわけないやん <laughs> 見せられても困るやろ いくつや思ってん。一九でしょやめよ。一九ですよ。ブログとかにアップしてもらう。ブログとか。しないですよ。うちの兄貴が、このラジオ聞いてて、あの既婚者のね、中井さんに言うの申し訳ないけど、あの声がすごい好きです。って嬉しい。ありがとうございます。ちょっとお前兄ちゃん、中井さんのパンティ見ようもだけど、無理やった。誰のために何してんのお前。兄ちゃん、ごめん。兄ちゃんのために、中井のパンティ見よう。とじゃ、それだけは、ちょっと。だめですよ、そん兄ちゃんね。もう終わりますよ。はい。では、第二部は、午後七時三十分から。 です一旦さよならです。アンティーがね。よう行ってるわけじゃないですけどね。いやでも一辺行ったらいいですよ、はい、そういうのって。ああそうですかね。一、うん、回も行ってないんですか？一回もないですね。えなんで？何機会もな,ないですね。えー、今からでも行けるんじゃないですか？ いやでもじゃあ一発目どこ行くってねでもほんまに海外は好きなんですよ映画が好きやから音楽が好きやからどこかなイギリスなんかこう、ね、映画に出てくるシーンを見に行きたいみたいないああもうありますねだから東京とかでもちょっと初めて行った時は下北沢でね「うんはい、あっモテキで写ってたこれ店や!」って普通に声出てもったらクスクス笑われちゃって。うん すごい恥ずかしいですあ、こういう気分なんやね、大阪なんで、僕、グリコの看板の前で、ウェーって写真撮ってる人見ると、僕らね、当たり前やから、あでもこの感覚なんやなって思うもうきよんぞ、走り抜けていきますよ、抜けていきます、ただ、来て止まって、なんか、わーいとかじゃなくて、走り抜けていきます、ふーん、2人でどっか海外にこいてこい、どっか行った、フリマダンドの今夜もとつがないと。

CM で毎回お世話になってますからに僕、いつもあの放送前につぶやくんですよ。 Twitter とかじゃなくて一人でね今から始ままりすいやそいらない別に一人答えはそれただの今日は Twitter でもつぶやいてみようと思ってちょっとオンエア後になっちゃったんですけど小休止の間に書かしてもらったんですよ今 KBS ラジオ今夜もつがないとやってるんで最近アンケート機能って増えたんですよねあるね二択選べるんですよ Twitter でねそうそうそうだから今日 KBS ラジオ今夜もつがないとやってるよっていうので聞いてる聞いてるっていうのと聞い 聞いとると、聞いとると、っていうのをね。なんでその博多弁すんの,のに。の意味は一緒ですね<味>。聞いてると聞いてないでいいよ。百六十二票。 いいただておりまして聞いてる聞いてる34%聞いとると聞いとると66%ーってことでほぼ福岡の方がいやそうやろいや京都でやってんねん KBS は京都のラジオですからアプリでもねいろいろ全国各地でほんまかそれありがとうございます適当なようやろこんなもんが聞いていただいて聞いてるか聞いてないで聞いてよそれはありがたいばいありがたいばいとか返さんでええねんちゃまごですかいいねそのまごです方言で返さなくていいからいいんですかいいんですでもね聞いてくださってるということでほんまそれ ラジ何人ほ聞いてくれてる <laughs>、うん、みたいなで,でしょ。うん、確かにこのまあテレビやったらね視聴率とかありますけど、うん、どうやってわかるんですかねラジオってね。でも聴取率というのもありますよ。じゃあこの突っがないともどれぐらいの人が聞いてるかみたいなのはまあ言うても,もうね一ヶ月以上経ってますから数字として現れてるわけですか。聴取期間がありますよね。うん、はい聴取期間って決まった期間で。 いやこドキドキしますよね、はい、正直それも見られるわけでしょ僕らもこれ、うん、それそういうところもそれはそうですよねいや名だたるラインナップの中からもうズムけてるっしょ、うん、多分ねあもう自信あり うん、内容は伴ってないけど。<laughs> <laughs> や、絡まないしないあ,かあかんって、あかんって。じゃああかんよ。下がりますよ、数字が。頑張っていきましょう。ねね,ねメッセージもね、いただいてるんですよ。ありがとうございます。えー、今日のテーマね、あの、い一部のオープニングを喋ってた、プレゼントということですけども、うん、えー、神奈川県ラジオネーム、金と友賀サリヌさんからいただきました、プリマナンナのお二人、中地さん、こんばんは。こんばんは。えー、プレゼントといえば、私はちょっとしたサプライズプレゼントするのが好きです。うん、えー、サプライズというほど。こん はちゃんと聞こえてたかなと大丈夫やって2回も言わんでええからサプライズというほど大したものをあげるわけではないのですが話題のスイーツなんかを何でもない日に買って持っていくと家族や友人職場の人みんなが喜んでくれるのでこれからも続けていこうと思っています。いいいいでですすねねああ スイーツねスイーツ急に買ってきてくれるとか嬉しいなんだ買ってこいみたいな顔してたまには買ってこいプリマみたいな顔してる休みでしたよねこの30分ので買いに行くか間ではいかへんでしょあえてよこの周りに何がある5章しかないぞ KPS の周りはあんまないもんねスイーツやパッといけないでどっかで買って持ってくるか話題のスイーツ素晴らしいまあ女の子はそう嬉しいんかなパッと持ってくれる人はねめっちゃ嬉しいと思います で女性の方やからねこの方はあかだから中地が持ってくる場合それは<え>そうよ<え>話題のスイーツなんて女性の方が詳しいねんからん今何がはやってんすか例えばなんでしょうねあのー、ふわふわのチーズケーキふわふわのチーズケーキめっちゃ食べたい,い名前忘れちゃっ何何何何何とかボンボンとか言う気になるのめっちゃ気になる 忘れちゃった今人気あるやつですかあのね人気があると思いますいろんなところにたくさん出店してますねへえとかボンボンあ忘れちゃった何やろまあまあちょっと冷凍してアイスクリームにしてもよしでそのまま食べてもレアチーズケーキみたいなでもレアでもなくベーコンでもないくらいの食感めっちゃいいっすよチーズケーキ大好きなんですよいやもうそれがねその企画展っていうかポップアップショップっていうんですか期間限定ショップ ショップで買った買ってもらっていただいたんですけどそれもだからこう関西まあ、京都大阪にもし店あればやけどね、はい、あるかどうかやねそうなんですよ出るんかなわかんないですけど調べてみたけど今ちょっとわからない。 フラッシュボンボンみたいなのフラッシュボンボンちょっと忘れちゃったど忘れちゃったじゃもうそんな状態やった言わんといてください調べときますね気になりますよ余計気になるわ食べたいですよねそんな美味しい食べたんですよね食べました美味しかったですおいしかったです凍らしても食べたし食べられへんのに話題出すのよくないですよ塩ホルモンの味な食べに行こう言うてんのに全然行かへんねんいやもうそんなに行こ行こうって言ってるんです来週 来週行きましょうじゃあ今週何やんのホン来週雨降ってますしね今今日はちょっと雨の中行くの大変やから来週ホルモンとはるに来週行こう来週じゃあ行きましょう来週ホムイン行きましょうね行きましょうアジェさんいや行きたい来週来週来週空いてるでしょ来週空いて空いてんの空いてんだけど俺もうちょっと仕事のあれでほんまになるほどね入校 があるから宿題がそれまでしてなかったやつかね。 今週の方助かるないや行くよなこの後行きますか行くこの後ってお前が払うんかじゃそれ聞いてよやった嬉しい聞いて伊藤さん伊藤さん聞いて伊藤さんに聞くってどういうことですか伊藤さんに連れてってくれますかってみんなで行くねんかいつもね CM 長いですまあブログにも僕書かしまもったんですけど行ってましたね一人でそう一人で夜中焼肉行ったんですよ俺も行ったすぎて CM 聞いてるとね家の家帰ってね二十四時間の焼肉屋さんがあって 一人でつまんでたらんかヤンキーに絡まれるしもヤンキーに絡まれるつってえ知ってたやろ知っててうわて言われるんですかいやんて言われるとじゃなくてとかっていう感じでもなかったですもう普通に「ええ」みたいな「見てるで」みたいなあいいじゃないですかそのぐらいやったらよかったですけどいやもうなんかその ほっといてほしいですよねええやんかいやそれぐらいの声かけまだ誰か通るとかやったらかっこもつくしありがとうございますってねいや1人の時も言いますよいやいやその時も別にちゃんと返してるんですよありがとうございますとは言うてるんですけど恥ずかしいよねちょっとかねその向こうはカップルやったんすよああパジャマ着てギャル連れてんすよええやん別にそれは何時ぐらい 時ぐらい, <laughs> いや焼肉食べてんのその子らもそうそうそうずーっと外ヤしてて<ー>お店の大将が「ちょっとあれ奥テーブル兄ちゃん座ってもいいねんけどなんか騒がしいからもうカウンターで」って言われて「あ<ー>あいいですっつってカウンターで食ってたちょっと帰る」って言われて。<ー> <laughs> <laughs> あでもまあそこまで絡まれなかったからよかった。まだも全然昔に比べた昔はよう蹴られたりとかね。ええ。そんなことあるんです。そう。お前はだって目立たへんやコンビでも。さあ、いいから。そうですね。伊豆市野良さん。何や。の木まんさん。田の木まさんがいただきました。今度の二人中津さん。こんばんは。こんばんは。でまプレゼントですが、私の思い出深いプレゼントは高校生の時に初めてもらったバイトのお給料で両親に T シャツをプレゼントしたことです。えらい。した当日用事があったので私はプレゼントをつけるので、まあ数時間後お母さんからメール 内容が入ってこない内容が入ってこない。ゆっくり読んで「数時間」が遅すぎるわスローモなっとるから <laughs>、えー、だぬき鍋さんが送ってきてくれてんねお前十一月今日十三。十三。<円>ええと十月からか 6回目放送そうよ一番面白くなかったです自分で言うんだよ数時間後自分で言うのそういうことだからまあまあ誕生日にね T シャツプレゼントしたよね初給料でうんごめん全然誕生日ちゃうわそうバイトの初給料でご両親に T シャツのプレゼントされたはい用事があったからプレゼント机に置いて出かけたところ数時間後お母さんからメールが来たので見てみるとお父さんがその T シャツを嬉しそうに着てる写真が添付されていましたその写真を見てプレゼントしてよかったな と嬉しくなったのを覚えています両親 2>,、うん、2人とも今もその T シャツを愛着しているので、うん、T シャツをプレゼントしてよかったなと思います、うん、いいことだよねさあお両親もさあ嬉しいっすよいいです、ね、初めての給料で何かしてくれるっていうのはうわ初任給ね初任給、うん、なんか私たちの、まあうん、芸人さんもそうですけど、はい、なんか初任給ってなかなか 初任給でも僕も初めて漫才の賞を取らせてもらった時の賞金は全部大家にあげましたその分はね本当にはい。誰もウややんか言うてへんほんまです疑うでしょみんな二人で半々に分けてもちろん二人は半々に分けて僕がもらっていただいてるんでしょおかしないやろ二人で取った賞やねんか二人で分けるのは当たり前や希望は何体なんですか え希望っすかいやそう希望なんか言い出したら10ゼロっすよ <laughs> ゼロ俺何して無償で働いてんの今これゼロな俺ボランティアいやそのだからもらったものは初めての時はあげました、うん、えどんな反応でしたかいや喜んでましたようんまあそれも使ってないって言ってましただから 使わんと使い方が分かんないですか。違うよ。違う分かるけど使い方とかで使うのが問題大事に置いとくわって言ってくれてずっと持って来れてますけどね今も。まあでもね取っ払いって言ってね我々の世界でいうその直接受け渡しのあるお金じゃなくてあの後日振り込みって形なんでまあね賞金そうなんですよ。賞金とは言えどねその ATM でおろしたお金ですかまたね別にただの二十五万です。そんな言い方ないよまだ違うやん別それはただの二十五万じゃ 五百円かと。で、取った二十五万円。もそれは。で、私じゃないけどな、もちろん。僕はすぐ飲みに行ってね。うん。後輩とわー言って。はい。で、財布買うて。うん。ええやつ。はい。すぐのうなりました。ええ。それ、そんなもんす。で、あぶく銭にすも。パチンコ買ったなあ。そうですね。勝つというのは。へえ。そんなもんなんですね。まあ、人によりけりですけど。ああ、はいはい。うんうん。で、財布なくなったっていうのは。 ななくったんです財布買ってお金がすぐのなくなったでもそっからねすごい金運のいいお財布やったみたいでそっからある程度上り調子ででもそのお財布を落としちゃったんですよあれそっからまあ減ること減ることその財布が要やったんだよ大事な財布やったんですか まあじゅんじゅんじゅんちょいちょい金目じゅんって言ってって言ってるわけじゃないねんじゅんじゅんじゅんじゃなくていやほんまにでもそんなにい財布やったらいやあると思いますよそういうのも雰囲気でね財布って変わるって言いますかすごいだから飲み屋で落としてんのに帰ってきたりとかね警察届いてて手ついてなかったりとかゴミ捨て場に置いて持ってて引っ越し作業の途中ポンって何気なく置いて夜中なってあるとこいたっけってなって もう何時間十何時間経ってるんですけどまたゴミ捨て場あったりとか<ー>っていうもう何かとにかくついてる財布やったんですよそれは最後はでもなくなっちゃった最後はね変なタイミングでなくなったんですよ、うん、どうやってなくなった女の子と和歌山デート行こうってその後の車乗って和歌山着いたもうなかったんですよ、うん、え現実車の中にないのなかった<れ>どっかで落としたん <laughs> どこパーキング大阪なんかり,りとか和歌山なんかはうわそれもう無理やわ全然楽しなかった <laughs> <laughs> えほんで途中からその女の子に出してもろたよ女の子にずっと「うーわーもあーそ,それもりまごめんね」って言う「いや全然いいんです全然いいんです」言われるけど <laughs> それも嫌やーわー楽しないわそのデートが <laughs> あの子元気にしてるかなー <laughs> <laughs> そんな思い出はええねえそこのあの子の話はええねえ <laughs> 財布のこと聞きたいからえっえすごいでもそんな運気のな流れというかまあねね長さんもでも財布ちょっと変わったというか可愛らしいの使ってますよねそうですかねなんか、うん、なんか動物柄みたいな,ない動物柄です、えー、<だ>あなんていうんですかブチって言うんですかねブチ だる虫やんがら。ああ、すごい。あ、チョコついてますよ。え。チョコついてますよ。こっちが、こっちが、そんな金具やろ、これ。あ、これ金具です。金のな。金の。こもしたから。あ、え。ことかと思って。あ。はい。別にこれブログに写真も載せないですよ。想像してください。ま載せろや。気になるやけど。どんなの。どんな写真。それから。どんなチョコの感じから気になるでお前。 まあ今日はプレゼントをねテーマにしてますからどうぞどう送ってきてくださいプレゼントエピソードお待ちしておりますよろしくお願いいたします。フリマダンナの今夜も突貫ライトメッセージお待ちしていますメールアドレスはダンナアットマーク kbs ドット京都 danna アットマーク kbs ドット京都です。 ああ、旅行行きたい。ラジオドラマナイト。ミんーでその一言。<laughs> まだ言うてんのか、旅行の話。<laughs> ああ。私のオープニングの前で喋ってたことやろ。さあ、このピアニカは生演奏でお送りしております。はい、そんなわけあるか。<laughs> 言ってないですよ。さあ、このコーナーでは毎回3人でラジオドラマをします。<laughs> はい。リスナーさんからいただいたお題で、野村さんが台本を書き上げます。はい、私たち3人でドラマに挑戦するということなんですが、うん、今日のお題は、 先週決まりました。はい、大阪府のラジオネーム、チャー大好きさんからいただきました。うん、幻の土地を目指して。ふざけんなよ。<laughs> チャー大好き、ふざけんなよ、ふざけてないよ、マジで。っぽど難しかったみたい真面目に送ってきてくれたんよのやね、こん野郎。いや、でもみんな、ね、だからこそ、こう、どんな風になるのかなと楽しみにし。チャー大好きちゃんはよ。<laughs> うん、これをどう想像したよ。 だから想像をいい意味で裏切ってくださいってことでしょ先に言っときますボツボツのねボツになった設定ワインソムリエ田崎さんの話をね考えて幻の土地といえば何かなと思っていろいろ考えてんかそのワインのあ俺ワイン全然知らんやんというのがねえ時半苦労してますやばいやばいやばいっそっからねほんでそっからこの新しい台本が出てくるんですよ 全然変わってますけどね大魔王な感じでは、はい、そうですよね、うん、今回はどんなふうになるんでしょうかいきますかそれではいきましょうか、はいえー、今日は幻の土地を目指してラジオドラマスタートです俺は勇者だ仲間を引き連れ旅に出る山を越え海を渡りモンスターを倒しながら大魔王が支配する幻の土地を目指していた 勇者危ないありがとう魔法使いおっとこっちもださすがだ格闘家数々の視線をくぐり抜けようやっと大魔王の支配する幻の土地にたどり着いたいよいよ決戦の時はいあっあの勇者なんですけど大魔王いますかああ 大魔王なら引っ越しましまたよ<え>困るんですよね何人も勇者って人が来て迷惑してるんですよセールの DM なんかも大魔王宛てでいまだに届くしとにかく大魔王いませんから大魔王って引っ越すんだ,んだその日一晩街に泊まった武器屋も道具屋も宿屋も皆一様に幸せそうだった そそうか大魔王いないんだもんな目的を失った俺達たは途方に暮れたこのままではいけないそこで俺達は苦渋の決断をしたはいいらっしゃいませ食べていけない俺達は大魔王のいた幻の土地で居酒屋を開いた 全品280ゴールド均一のリーズナブルな焼き鳥屋だ安いからといって手は抜いていない新鮮な地鶏を伝説の剣で浅引きし串打ちも店でやっているはい気持ちを出るよ火は魔法使いに起こしてもらっているはい生4つ入ります格闘家はフロアでの接客に格闘中だこの店を開いて半年業績も軌道に乗りフランチャイズ化の話も出ている2号店は自分の生まれ育った村に出す予定だこの前 物件の内見にも行ってきた錦の飾り方は人それぞれ少々形は変わったが今の生活に満足しているあの一人行きますかはいよご新規一名様ですカウンターどうぞいや今日は外冷えますねええー、<laughs> そのローブはあったかそうですね <laughs> おやじのお下がりでボロボロですよいやいやいやかっこいいっすよなんか大魔王みたいっす <え>ああごめんなさい変なこと言っちゃっていえ、うん、ああおしぼりまだでしたねお箸と一緒にすぐお持ちしまーすああいえお箸は自分のがあるんでええマイ箸お持ちなんですねえ箸に名前彫ってある箸に名前彫ってある大魔王って書いてるえこいつ大魔王何普通に居酒屋来てんだよ俺も何普通に居酒屋やってんだよザ、うん、クロサワー一つサワー頼んだ え大魔王のザクロのサワーえなんなら魔王って名前の承知あるいいのザクロのサワーでいいのあのピリ辛餃子って結構辛いんですか辛いのもダメなんだえ何これイメージ崩れてくあのもしかして大魔王ですかあ <laughs> サインですかいらねえよてかサインあるんだ逆に見てえよあいやあの俺勇者なんですよえあのだから勇者なんです本当にあ <laughs> っ ハハ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 現れたな勇者よ遅えよ今さらなんだよ沢と餃子もうすぐ来んぞあなんでこの町に帰ってきたんだお前には関係ない関係あるよお前が引っ越したせいで居酒屋ってんだよこっちはどうしてこれんだよ結婚するんだ結婚うん向こうの実家がこの辺りで挨拶しに来たんだ嫁さん寝ちゃったし男もマリッジブルーってのあんのかな 変にめいちゃってあのうまそうな匂いがしたから入ったんだ落ち着いたら大魔を復帰するしそしたらうまそうじゃねえうまいんだよえはいザクロン様お持ち餃子熱いから気をつけなよみんな大魔王大は泣きながら食ってたこの仕事を続けてて本当によかった 落ち着いたら大魔王も復帰するっていうし久しぶりに剣術の修行でもすっかな <laughs> そこで俺は思い出した伝説の剣鶏肉切ってるせいですげえ錆びてんだよなあ 大好きありがとうございました幸せな話でしたねんかいい感じでしたよねんかちょっと心が温まるような勇者と魔王の話でしたけど魔王のんかヒョロヒョロ感も良かったですよねね魔王もね途中まで書いてた設定では2世なんですよねまあ親父のローブって言ってたねまあまあんか影を継いだぐらいの感じでやっぱ ねあの2代目が一番大変やみたいななんかこうしょい込みもいろいろあってたまたま入ったんがっていうほんまに久しぶりに自分の家あったなっていうのもありながらふっと「おおできてるやんおいしそうな居酒屋お安みたいな感じで入った280ゴールド均一やからねそうそうそう安いですよねリーズナブルな焼き鳥屋 280ゴールドねそう鳥魔族っていう鳥魔族鳥タイプのモンスターを倒してそう朝引きでキメラとかそうそうの鳥の部分だけダイオンとかはまた別でああそういうお店なんやそうそうそう 一応そうで RPG のうーんあーそっかそっか鳥魔族まであったんやここの台本には載ってない裏側の設定もねうそうそうそうあの倉本壮さん,んみたいな <laughs> バックボーンがちゃんとあって、ね、インタビューで聞くと分かるようなところも <laughs>、うん、うんどうなんでしょうねこのだからチャー大好きさんはどこまで これを想像思ってたのはそうですよねこれ思ってた通りやったらほんまどうするよいやだから期待をね上回ってくれたんちゃう今日は良かったと思うけどなすごい大これ僕書いててすごい楽しかったですね楽しいですね私もやってて楽しかったですねえねさあそういうそうは言うてもはい 毎週ですからね苦労しててる感出ますこれで終わりってわけじゃないからね次週に続くわけですからそうですよテーマいくか来てますいっぱい来てますよまずは琵琶湖さんラジオネーム琵琶湖さんまあ時期ですね会社の忘年会の漢字で憧れの人とやることになりその後の展開はあるかなみたいなうん憧れの人と漢字をする忘年会のはい「ええ桃栗三年ダーゼット」さん 鴨川の土手のカップル川沿いに座ってるね等感覚に並んでるようなカップルのお話大阪府ショーン・コネルさんテーマは手紙手紙手紙うんまあちょっとシンプルですけども京都府マニアさん野球の元エース元というとこがちょっとポイントかもしれませんね野球の元エース今は何してるかそして群馬県 ラジオネームレベル五百三レベル5031日で100歳年を取れる男この辺りかなはいちょっと変わってますよこれはね、うん、1>, 1日で100歳年を取れる男野球のもとへ捨て紙、ね、書き方も鴨川、はい、漢字、うん、どれがいいかね任せますよえ いいんですかそれはそうですよ、何のために僕がわざわざ自分でこんなしんどいやつ企画したと思ってるんですか、大井喜久間さんの月刊コントを超えるためです。<laughs> あそこを目指してやってるんですか、久間さん、毎月されてますから、すごい素晴らしい作品をね、こんなすごいの、いろんな人の本ネタのコントをくみ取って、くみ取って、また全体で大きい一つのコントを作るってめちゃめちゃすごい、うん、すごいことやってるんです、ね、それを月刊でやってるって、大変ですよねすだから僕は、規模を縮小したものを1週間に1回。1> えー <laughs> じゃあ、はいえー、ちょっと今回変わったテーマやったんで次回はちょっとシンプルに、うん、初めてちゃいますかねショーン・コネルさんの手紙えショーン・コネリーさんからショーン・コネルじゃないよ好きです違います違います <laughs> 見てますひらがなでショーン・コネルって書いてるわ、うん、コネルさんショーンコネルさんどうですか手紙なんてのは、うんはい、手紙ね手紙をテーマにいい、ね、手紙は無理ちゃ いや幻の大地いけたから手紙くれと幻の大地を目指していけたやつは手紙いけるわ手紙結構簡単にねひょいと超えそうなハードルででも魔王が妻に手紙をるる時もええわそれでもそれでもいいかいや手紙手紙はシンプルですよ今までの中でも一番シンプルぐらいですよ手紙でね手紙あすか か一日を年百日取れるっていうな一日一日で百歳年取れる男。ああやったら手紙やな。そうですね。うん。これもすごいいいね。ちょっと行きましたし。うん。そうですね。手紙にしよ。シンプルに手紙で。ショーンコネルさん手紙で。はい。行きましょう。行きます。お願いします。いつかねあのこの一個前の日本放送のやつぶち抜きでね。うん。やしまのさんにやってもらって。この演じてもらう方に。あいいですね。すごいでそれ。うん。 やしまさん、ここ来てもらって呼んでもらうのここ来てもらうかも無理やけど。別のりでもいいから、そイレント送って。うわ急に台本送って。いや、すごいことよ、そんなことできたら。そこ目指してね、じゃあ。目指していきましょう。ということで、来週のお題は、ショーン・コネルさんからいただきました、手紙ということで、ラジオドラマをお届けします。お楽しみに。 リスナーの皆さんからは、ラジオドラマにしてほしいお題を募集しております。はい、メールアドレスは、旦那アットマーク KBS. 京都、danna アットマーク KBS. 京都、ファックスの方は、075-431-2300、075-431-2300までお送りください。はい、以上、ラジオドラマナイトのコーナーでした。プリマダンの,の、今夜も突がナイト

ククッッキキーーいい食べたらごめんなさいこのコーナーはアプリまでなので人気がない方の河野くんが人気が出てそしてフォロワーが増えてみんなに好きになってもらえるように自分プレゼンするコーナーですちなみに前回がフォロワー数が6377で今日今見てみると6527ということで150に増えましたおこの1週間で結構いい伸び率ですよよ嬉しい 前回、暗算したからその効果があったんですかね、その分なる増やすだけ増やしてこれ、暗算してみろっていうのもあったかもわからないですね。ということは、何本増えたか今、一瞬で150出ましたから。ねってことはもうこれ抜けますよね、このフォロワーは。それだけのつながりなんで。暗算させるための 変なフォロワー来てるやん。意味わからんって、そのフォロワー。やっぱり乱算が良かったんですかね。効果あったんちゃいます見に来てくる劇場のお客さんも言われましたも、河のさん、すごかったですみたいな。お会いいただきましたから、これはちょっと嬉しいです。じゃあ、今回いきましょうか。今回は、ちょっとね、みんなで、今話題のまるチャートをしてみようという。なんかね、よく見かけはしますけど。そうなんですよ。これやってみたんですけど、僕もやってみたんですけど。ちょっと分かりやすく説明してもらっていいですか。えっとですね。 サイトなんですけど、方言チャート100というこれは2015年版でいろんな質問していってイエスかの「はい」か「家」で答えていったら自分がどこ出身か当ててくれるという昔アーキネーターっていうちょっと流行ったの覚えてます思い描いてる人物を「はい」「家」で当てていくというそれの方言バージョンで出身地をピタッと当てられるというそれ実際当たったんですか当たりました僕も当たりました ちょっとだからこれを今日みんなでやってみようかなと思うんですよ<う>楽しいんで、はい、楽しいちなみに河野が出身が、はい、僕は堺、えー、大阪です大阪大阪で永さんが大阪です僕野村が大阪、うん、何がおもろい <laughs> <laughs> 全員このねパーソナリティは大阪ですけども、うん、まあちょっとスタッフさんもいますから <laughs> だからそれやっていこうよ順番にもうこれプレゼンミスってますよ大丈夫大丈夫大丈夫ですとりあえずそういうもんかってのは分かか食べながら言わない食べんなってなクッキーの次はあめちゃん食べんなお前どっちやろお前中地か野村か食事の時間みたいになってますよ野村さん食べんなって中地しようかじゃあはい中地いくよじゃあはいじゃあ方言チャートスタートでございますじゃあ1問目はい翌日家に不在の時 明日家におらんということはありますか家におらんという言い方しますか明日家におれへんおらんおらんということない言わないです言わないはい明日家におらん明日家におれへんねんかりました家でって言いますねはい授業で先生に当てられた時先生にかけられるということがありますか先生にかけられる言わないです言わない家当てられるですよねうん そんなことしんまたはそんなことせんということがありますかそんなことせえへんと言いますそんなことせんは言わない <laughs> なんとなくなんか中字のはちょっとちゃうような気がするんですけどまあまあまあ行きましょういきましょう家でいくうん俺のとこに、ね、中字がそう取ってるんでまあいいか、うん、ノートを使い切った時ノートが詰まったということありますか言わないです言わない,い,いえ。 力いっぱいのことを「チカッペ」ということがありますかまた地元の人が言ってるの聞いたことありますかいいえ「チカッペ」ないねかわいいですけどね「チカッペ」ないです「チカッペない」<laughs> チカッペって言ったことないっていうのを「チカってないですねややこしいこと言わんでえね、うん、歌詞の一番二番のことを「一代目二代目」代目ということがありますか ないですはい。3代目 J ソウルブラザーズはどう思いますか関係ないね今関係ないね今そろそろ家を出ないといけないという時家を伝統応援ということありますか言わないです家を伝統応援言わひいおばあちゃんの名前は応援ちゃんです応援っていう名前今日のテスト簡単だったねという時今日のテスト見やすかったねということありますか言わないです言わないいいえ ランドセルを背負うことランドセルを狩るまたはからうということがありますか言わないですよどっち言ってるんですかどの方面の地域に行ってるんですか今日うちんくくるということがありますかうちんくくるうちんくくるうちんちじゃなくてうちんく言わないですねそうなんだという意味でそうなんやまたはそうなんじゃということありますかそうなんやとは言いますねそうなんじゃ絶対言わないです目の縁にできるチャートを <laughs> いや来ますよでど,んど,んどんどん来てる目の内にできる小さな出来物のことを目バチということはありますか目、はい、バチ言いますねお皿を食器棚にしまってもらう時これ直しといてということはありますか、はい、あもうだいぶきてんじゃう、うんだから行ったのにと相手をたしなめるときだからの部分をやけんまたは邪けんまたは邪けいということがありますかないですいい中国地方削ったな <laughs> 小学校の通学区域のことを区ということがありますかはいあ,<の>あります、はい こっちの方がいいという時こっちしかいいということがありますかこっちしか言わないです言わないいいですね地元には月単位や時間単位でかつ駐車場の看板にモータープールと書いてあることがありますかありますありますモーターールありますはいこれ関西ですよね大阪学校でその日の当番としてさまざまな業務をすることを日番っていうことありますか日番日番あ言わないです言わない家 これ知ってると聞くときにこれ知っとうと聞くことがありますかあないですないですいえはい面倒くさいという意味でおとろしいということがありますかまた地元の人が言ってること聞いたことありますかありますあるんやおとろしいおとろしいおとろしいはい良県突入しましたえあれっ良行っても出るわああそろああ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 そろそろ犬はということありあすかああはい。ああたああ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 あ ヤマト出身ですね違います<ー>あれじゃあ最初のはちょっと「家におらん」って言うでしょ家におらへんっていうおらへんもおらんって言わへんおら家におらんともまあ言いますけど確実に少ないですねでし俺で行こうちょっと野村いこうか、うん、ちょっと待ってね 私とこ大阪府なんかでもその泉州の方ですよ泉州のほうやってねそういうのも出るんですかバック・ザ・フィーー2の時のヒルバレーみたいな街やからビフがビフが牛耳ってるヒルバレーみたいになってるからそうですねじゃあ野村君「いいですね」って怒られますね言いますはい翌日家にふく予定の時あした家におらんということがありますか誰に誰にとかだいね誰にでもいいわ明日家おらんっていう時ある明日家まあ言う えー、冗談を言う時などに「なんちゃって」という意味で「ジラ」ということがありますか <laughs> あれ聞いたことないわに聞いたことないホンのこと言うてや変わってくるからこれで一個でも <laughs> いいえいいえジラ,ージラーねそんなことしんまたはそんなことせんということがありますかそんなことせん,うん言うねはい、えー、家に他人を招待した時くつろいで行ってねという意味で「行くって行ってね」ということがありますか ゆっくりしてねとかは、ちょっと違うな、じゃあ、そもそも家に人呼ばへんな、イメージでやん、いいえ、いいえですね、この乗り物、自転車ですね、自転車のことを蹴ったということがありますか、いいえ、机を運ぶとき、机をつるということがありますか、早いな、机をつるがない、いいえ、ノートを使い切ったとき、ノートが詰まったということがありますか、いいえ。 力いっぱいのことをチカッペということがありますか家<い>いい歌詞の一番二番のこと1代目ないね2い二代目ないそろそろ家を出ないといけないとき、えー、家を伝と応援ということがありますか家<い>いい今日のテスト簡単だったねというとき今日のテスト見やすかったねということい,いいえランドセルを背負うときランドセルを軽るまたはらうい,いいえ いいえあれ同じような質問なってますそうなんだという意味でそうなんやまたはそうなんじゃということありますか<う>はいそうなんやね目の内にできる小さな出来物のことは目メバチコということありますかあるはいお皿を食器棚にしまってもらうときこれ直しといてということありますか<う>はい、うん、だから言ったのにと相手をたしなめるときだからの部分をやけんまたは邪けんまたは邪けんということがありますか、はい、いいえ 小学校の通学区域のことを校区ということがありますかあるこっちのほうがいいというときにこっちしかいいということがありますかない,いいええー、地元には月単位や時間単位でかす駐車場の看板にモータープールと書いているある,あるモータープールあるね学校でその日の当番としてさまざまな業務を、えー、することを日番、非番,番ということがありますか日直日直これはいいえあ日直だ日<番>懐かしいいいえねこれ知ってると聞くときにこれ知っとうということがありますかない,いいえ 面倒くさいという意味でおとろしいということがありますかない,いいえ何もしないという時のしないをしーひんということがありますかあるはい小学生が通学時に使うカバンのことをランリュックまたはラン,ランリックということがありますかない,いいえ待ち合わせ場所に誰も来なかったとき誰もキーヒンタということがありますかない,いいえキーヒンタ奈良県突入 あれ？そろそろ帰るわという時、そろそろ犬はということがありますかあるあれ奈良県の大和になりましたねあこれフォロワー減るんちゃいますクソやないか <laughs> <れ>呼んでよ大和の過去吉野になってるわ <laughs> ちょっとじゃあ,あう違う人行こう誰行くそうですよねこれをや <で>うん、どうやって河野さんを好きになったらいいのかというのにこれ私はすごくずっと戸惑ってるんですこれ当たった時の快感を知ってほしかったんですよちょっとそんなみんな当たらないものなんですかああ当たるんすよなんかちょっと変えてんちゃうみんな変えてないですよほン変,変えてへんよ、はい、ちょっとじゃあ行こうか斎藤君 AD の斉藤君ちょっと話聞いてみようあい出身まで言わないかもしいからね斎藤君じゃあここ座ってもらっていいですかいきますはいじゃあはいと言ってもらおうということでちなみに斉藤君は大阪出身じゃないあそうなんですね。先聞いたらねはいじゃあちょっとねいきますよはいんか時間無駄にしてるような気しますね翌日家に不在の時明日家におらんということありますか 明日家におらんいいですいいえ授業で先生に当てられる時先生にかけられるということがありますかないですいいえ、うん、そんなことしんまたはそんなことせんということがありますかありますあります、うんえー、家に他人を招待した時にくつろいで行ってねという意味で行くって行ってねということがありますかないですいいえいいこの乗り物自転車のことを蹴ったということがありますかありますえ あんのありますうん。どこどこまだわかんない<こ>まだわかんないです名前 <laughs> …それを最後に出しますから僕が生意気ということを怖くさいということがありますかないですいいえどうか言って気になってきましたうう、ね、信号が変わる時の点滅する様子をパカパカするということがありますかええー、パカパカするないですない、うん、いいえあもうじゃあ戻ってきた この文具、えー、この押しピンですね押しピンのことをがばりということがありますかありますどこどこどこですかどこどこ <laughs> 出すからはいですね<鋲>がばりのことがびょのこと、はい、はいですね出ました岐阜県突入です 突入ね、ま,だまだね失敗することを下馬端ということがありますか、はい、または地元の人が言っての聞いたことありますか下馬板ないですいいえ失敗するちゃんと食べなさいという時「タンとお食べ」ということがありますかまたは地元の人が言っての聞いたことありますかありますタンお食べちゃんと食べなさいよ捨てることをほかるということがありますかあ,ありますどこ お金持ちのことをお大臣ということがありますかないですいいえぶつけた時に内出血で青黒くなった部分を黒ニえるということがありますか黒煮える黒煮えるないですいいえ、うん、出ましたえー、岐阜県の飛騨エリアですね あー、日田じゃないですね飛騨 <laughs> <laughs> か美濃かなんやけどみのです、ね、美濃かへああじゃあまあまあ近いエリアではあったということですか美濃かえ惜しいでーいやそれ2個やろだって竜軒はもう2個に分かれてんねなん飛地区か美濃地区か美濃地区かちゃうんすよね,ねそうですね美濃ですね僕黒煮えるって言うんじゃう黒煮えるあーでもおばあちゃんとか言ってたかもしれないですね いやいや地元の人が言ってる<う>場合も OK やってんやあれ。 いやいやでもなんか正確度がゼロ単純にね面白くないいやこれ楽しいのになこれ当たったらじゃあ今日はもうこれで終わりましょうごめんなさいすいませんちょっとどう好きになったんやこれこれ当たった時ねやっぱめっちゃ盛り上がるんよでもねこれ当たった時もそのアプリを好きになるいやそうやけどこれを持ってきてそうやけどってそうなんやそれをできて楽しかったそうなんや そうじゃないそう,そうじゃない持ってきて楽しかったなって思ってほしかったんすよいやそれだったら河野の流のチャート作ってほしかったな <laughs> むずすぎるやろむずすぎるやろ河野流で、ね、<ー>自分でこのチャートーオリジナルの方言当て、うん、はい めめちゃめちゃむずいでめっちゃ研究ってなあかんでこれズバッと当ててほしかった1問 <laughs> だけ聞いてみたいないすごいってのに <laughs> そんなむずいちゃんとでけへんからんねえー、ということでこれを聞いてもしあのフォローしたい人はぜひ僕のツイッターフォローしてください <laughs> 外したい方はどしどし外すんですか外すのやめてください <laughs> してもりもり食べてください, <laughs> いというわけで今週もありがとうございました以上河野好きになってもらわないとのコーナーでした

<laughs> リスナーさんから大喜利に対する回答を募集しまして <laughs>、はい、その中から私たち私と河野さんがね一人ずつ、うんはい、え一番いいと思う回答を決めます、はい、でその私たちが選んだ勝負カードと野村さんの大喜利が対決をするというコーナーです、はい、今日のお題は「うん、歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください」はい、というものですね結構ね難しいお題やと思いますけどもパターンもね いろんな広かったですね今回は結構数もね送っていただいたんですけどもありがとうございますその中からちょっと厳選はしましたはい野村さんはどうですか今の心境は曲げる気しないです強気前回はんか伊藤さんの不正で野村君勝ったみたいなんでしたっけ不正とかないよね公平な判断じゃなかったですよねギリギリいつもギリギリ勝つかギリギリ負けるかぐらいなんですよあくまで公平にホンマにフラットにちゃんと見てくださいよ圧勝してほしいですよね 圧勝みたいいやその文句なしの村さんその感じを肌で感じたやったら劇場来てくださいあそうちゃんと生で見たら分かるから生で見たら生ではなく舞台の生でケーです若林ちんいきますか女今日もねはいではまあいろいろあるんですけどもじゃあこれからいきましょう大阪府ラジオネームたぬき鍋さんからいただいた回答です歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください 1> 1日に最低でも3人をナンパするうん、うん、もうとりあえずいろんな人ナンパして、うん、その恋愛を知るというねなるほど大、うん、ヒット歌手、うん、いいんじゃないですかうん、うん、とりあえずナンパしまくるという、はいえー、では続いていきましょうかねこれいきましょう、えー、徳上塩丹さん三重県の方ですはい歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください老人ホームに行ってじいちゃんばあちゃんたちの恋バナを聞く うん、もうだからその世代から行くということね, <laughs> うねもう若者のラブソングってもありふれてますから<ー>ここで大ヒット出すには、うん、もうこのじいちゃんばあちゃんの恋愛話世代を超える何やったら演歌の可能性もありますけどね <laughs> 演歌のラブソングで大ヒットさせるというそうですねうんいいんじゃないですか、えー、で続いて表現ラジオネームカクテルパーティーさんからいただきました歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください震えが止まらない こ、うん、<laughs> のパターンな<あ>西野かなさんですね会いたくて会いたくて震えが止まらない、はい、もう本人がずっと震えてるともう会いたすぎると <laughs>、うん、いいじゃないですかこの角度も恋愛してるってことですねねえー、じゃあ次これいきましょうかね兵庫県ラジオネームプロ野球プロ野球兼選手さんからいただきました、はい、歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください有名人に媚びを打って告知をしてもらっている えー、そっちの方向 <laughs> もうとりあえず告知告知で売れればいいわけですから、うん、とりあえず CD の売り上げ枚数を増やすために有名人にツイッターにリツイッートとかしてもらうということねわ恋愛経験とかじゃないんですね、うん、広めていくということですね、はい、で候補の最後いきましょうかね、はいえー、滋賀県ラジオネーム森山宿さんから頂きました歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください実は恋をしたことがない 一番ある意味ナチュラルな気持ちで何のねしがらみもなくラブソングを描けるまだ一回も恋したことない一番純粋な気持ちでかけるということですね経験とかないからこそ大ヒットソングが生まれるっていうねことですよなるほどどうですか野村先生今のところいっぱい出ましたけどももう眠たいっえそう聞いてた赤いと聞いてましたよいっぱい出してくれてたけど全然全然ですか 金銭に触れるものはなしない 前回なんかあってんけどな。あ、これいねと。金銭に触れるってなんか凝ってない。凝ってない。ちょいちょい言うよ。前回から言前回言ったけど。前回言ったけど。別の仕事の時も言ってた。言ってた。な、なんなのわからん。使い、伝え方やってんのかなたまたまや。どうなかった今回は。うん今回いいなと思って。いや、いいなと思いますよ。いいなと思いますけど、僕に勝つ勝たへんって話になってきたら、そのまたこれですわ。はまあでも、勝負カードがありますから、私そうですね。 これだなと思うものがオッケーですもうトラップカードありますからえっ弓を違うからトラップカードとかないねんなあ大喜利やからこれでいきましょう頭書いてろと聞かすななあポリポリポリちゃうのいくでじゃあどっちかいきますわかりました中地からいきましょうどなたですかえラジオネームしおさんしおさんはいいきましょう歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてください ヤフー知恵袋にてベストアンサーを連発してるいいですねいいでしょう恋のお悩みにももったいられると全部ね自然にベストアンサーに選ばれるんですってことはそれだけ言うたら共感があるってことですからそうなんですよみんながいい答えってことやその歌詞もね素晴らしい歌詞書けるってこともねその才能を知恵袋にも生かしてるというなるほどいいじゃないですかいい人やなと思ってこの才能確かにあるね歌詞を書く才能があるはい 僕はもう逆の答えですわ、えー、気持ちの方の答えにしました、はい、え大阪市ラジオネームメロンボトルさんから頂きました歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてくださいマイクを握りしめて寝る <laughs> もうとにかく気持ち, <laughs> 気持ち売れろってこうマイクを握りしめて寝るというねもう話さないというもうそれでもそれでいくんや、はい、それだけでも歌が好きということですから <laughs> あのー、大空翼くんですよ サッカーボールは友達だってねキャプテン翼は言ってましたけどなるほどずっとねサッカーボールと一緒におるんですよそれと一緒でマイクも寝る時までマイクを持っているそれは売れるでしょうというねことですメロンボトルさんありがとうございますでは先生聞いてましたか聞いてました聞いてましたよもう準備整ってますかいきますよですそれではいきましょう今週の野村君の回答です歌えば大ヒットのラブソング歌手の日常を教えてくださいおお なくしたトリセツ探してる。西野香奈。ああ、そういうの方向。トリセツ。トリセツっていうね、歌、大ヒットしてますけど。大ヒットしてますけど。これですよ。あるあるも入れつつ。トリセツってどこしもだかわからないでしょ。あるあるも入れつつの。いやいや、それあるあるも探してる。なくしたトリセツを探してんの。取扱説明書。あと、ジュンジュンをジャンジャン食べるっていうね、これも。 の食何何なんでなんでなジュジューさんねジュジュうんジュジュからそううなぎのジュンジュンをジャンジャン食べるいやわ気づかる滋賀の方にはねいやいやジュジューから来てたそれなそうそうそうそ加藤ミリアさんは何にも思いつきませんでしたいやいっぱいあるで名曲ラブソングそうですねだからねこの劇場来てくださいってさっき言ったでしょ劇場でもし僕がこれお題出てなくした取りあえ探してるとこれもし出したとしましょうはいおーってなるやつです あんまウケへんほなあかんやほなあかんやおおってなるやつ出すんじゃないですからだから劇場来てくださいじゃあ面白い笑えるやつ出してだから劇場ラジオ用にしてくださいよ劇場では爆笑のやつラジオ用とかないです僕が面白いと思ってることを余すことなく見せるそれがそうこのラジオラジオやねんラジオ何やんか決まってないで決めた感じ言うてるけどなんかねいいんですじゃあ今日は 順次をじゃんじゃん食べるいや、なくしちゃってるし、探してるそっちそっちに行くうん分かりました、僕はマイクであくまで決めるのは公平な伊藤ディレクターですからそうですよちょっと危ういんですけどね私はヤフーチームクロを見てベストアンサーを連発してるというお悩み相談に乗っている僕はマイクを握りしめて寝るもうそんだけ歌が好きだという気持ちですよさあ、では決定してもらいましょうお願いします、いいですか準備できましたはい 野村さんなん,でんだななでんやねおい野村さんって出てるやんかまたありがとうございますというわけで僕の回答が1位ええええこんなっっかいファンファえっえ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 っえっ いやこれどう思ってるんやろなメロンボトルさんとか送ってくれた塩さんとかね「くれないの豚」のねあの玉買いに行った時のねあのパレードの音がね毎週言ってるけど毎週言ってるよここ見て多分そうやね全く一緒なのその音使ってんのかほんまにこのメロディーやって消気するんだけどそこ関係ないから今さあ来週のお題を発表しておきましょうはい来週のお題は「こんな差し入れは?」 だお<ー>です、うん、今日まあいろいろねプレゼント話してたし、ね、ちょうどいいお題でしょこんな差し入れは「イヤダ」ですどしどしご応募くださいお待ちしています、うん、以上「はい、オーナイト・ギナイト・リナイト」のコーナーでしたリマ旦那の今夜もがないと KBS 京都からお送りしています さんにこのコーナーは桜ホテルモザイク桜ホテルレジェンドの提供でお送りしますこのコーナーは僕が毎回妄想のシチュエーションを考え妄想の中には潜り込みます入り込みます、はいえー、泳ぎます、はいえー、もう飲み込みます <laughs> お腹パンパンです <laughs> さあそんなお腹パンパンの僕がえー、まあ寝るとこに着く 時に、思い出すのは、あの一曲ということで、今まいていただいております。これは、ゴーストの。ゴースト、曲ですね。い。や、この映画、はすごい好きでね。うん。何のコーナーになったん、これ。いや、好きな曲流す、コーナーちゃうで、これ。あ、ほんまや、忘れてた。じゃ、妄想の一言でしょ、これ、僕が奥さんにね。こんなん言うてほしいみたいなのを、毎週やってるんですけれども。まあ、正直、中井さん、既婚者、河野も結婚控えてるでしょう。いや、だから、映ことないよ。そうなんですか。そんなことないよ、 するんちゃうかって言うてくださいよ全然まだするんか全然そんな予定ないよお子さんはねもうだいぶすくすく大きなってますからもうそろそろ結婚するんちゃうかまず言葉もおれへんから産んでるんです僕だけ一人ね未婚ですね俺も未婚です寂しいんですけどやっぱこう奥さんにこんな言ってもらえたらなみたいなまあまあ想像しながらね毎日過ごしておりますんでそれをちょっと聞いて楽しんでいただけたらな今回がちょっと変則的で奥さんとの会話で僕と奥さんが喋ってるんで ではなく僕がいてないところで奥さんに言っててほしいなと。その現場っていうのがですね今日お送りするのが実はさっき実際この場であったやり取りなんですけど一部からお送りしてた「1位を決めないと」というコーナーで家にあるけどいらないもの家にあるけどいらないものを1位決めましょうってディベートするコーナーで河野がちょっとね永井さんに言うたんですよある一言。 それに対しての中地さんの一言これを僕はね100点やなと思いました奥さんの鏡穴うそうれしい新聞で拭いてあげたいえ鏡やそれ鏡汚れた時にな新聞で拭くけどなそう思いましたんでこれを今日はじゃあやらせていただきたいと思いますではいでは行きましょう電子ピアノ 何やねんいや入りのないことやもう毎回この音でたってるごめんなさい僕ゾーンに入るの時間かかるんですいやそれセッティングしていって自分の中でのね世界僕だからあれですよ改めて言いますけど僕河野の役をやりますああ、野村君が僕の役を河野が中井さんに言いましたある一言それの大てのわかりましたいお願いします いやもうなってから言うなお願いします言ってからチャラいじゃあ何だお前なんでできへんのなんでできへんのこれんで毎週できへんのこれお前は何で学習能力ないんかこいつじゃあきましょうあっいこう ナゲさん誰やねんそれおいちょっと待っ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 ストップ誰やそれそれ俺かこうなんですあなんか言わへんよ俺中地さんってちゃんと見てねそっくりねできへんやんかその俺も多少の逆色はあるやん逆色しすぎよ似てない言うてんねもう一回行きましょうはい次こそねはいナゲさん今日のテーマ聞きますよ あれやあの家にあるけどいらないもんなんステステステーシーオリコあかん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 見逃す思って耐えたんや俺なもうこの声で聞いたら思ったんステーシーオリコって言ってたなんステーシーオリコって何言ってんの懐かしいステーシーオリコ言うてないよ俺そんな言うてたか俺ステーシーオリコってなステーステからね長いけど言ってないから

レッスン1 <laughs> 何してんの何してんのお前な <laughs> 英語習う時の CD かこれな <laughs> なあ教材の CD やないかそれなお前懐かしいこの音みたいなるわ確かに <laughs> お前ふざけんなって <laughs> なあそういう音やっ全然進まへんやここマジで今日長いぞここここの遊びがはう妄想の一と言言わせてくれ行こう行きましょう長いう。 あ今日のテーマ聞きました。一位決めないと。あの、家にあるけど、いらないもんなんですって。僕、スリッパですわ。中井さんやって結婚されてますもんね。あ、わかった。旦那さんいらんのちゃいますいりますよ。旦那さんにお金稼いできてもらわんと。

ねそのさりげなく言いましたけどこれはい、確かにめっちゃいいなと思ったんですよ旦那さんいりますよお金稼ぎできてもらわんとなんかほんまの嫌味とかじゃなくてほんまの愚痴とかじゃなくてそのね言ってる内容はそっちなんですけどなんかもうそう言ってこれて言わしてるその旦那さんもいらっしゃるでしょうしいやこれはいいご夫婦やなっていうのをすごい思いましたよねお金稼いできてもらわんといや結局 金ですやんって言うたけどその感じがいいってことねうん、うん、その2人仲 2> <う>いいから,からこそ,ねそういや僕はね、はい、その時点でナダさんがそう言った時に「はあ」って言ってたじゃないですか言ってました言ってましたいいなっつって言ってる横で僕は聞こえならな自分のはーで「はあ」で結局金かへってそれな,んなん <laughs> いやその金稼いで来てもらうって言ったからいや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 そんな発想一切なかったわ <laughs> その子がいいんかなと思ってんけどな俺のツッコミが違う違う違う違違う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 よ違うよいや結局金やんって言われるような言い方結局お金かいそんな言い方かいなんで懐かしい人ばっかり言うのなあ「買いバンド」とか言うてないから俺。 この感じが仲良い良さが出てたからそうですかねいらんって言ったら怒られますもんねいやうんありがとうございます今回ちょっとリアルな感じになりましたがまた来週もやりますのでやりましょう楽しみにしておいてくださいさあ桜ホテルモザイクは白川通り宝ヶ池バス停西側にあります 桜ホテルレジェンドは西大路今出川上がる一筋目東いる南側にあります詳しくは桜ホテルレジェンド桜ホテルモザイクのホームページをご覧ください以上未来の奥さんにこれ言ってもらわないとのコーナーでしたメッセージ <laughs> どならないって言ったでしょ <laughs> メッセージメッセージでございますたくさん届いております今日はテーマプレゼントですね、はいえー、京都府ラジオネームマニアさんがいただきました 河野村さん,さん中瀬さんこんばんはこんばんばは今年の8月に妹が入籍しましたおめでとうございますえ妹の旦那も私もポルノグラフィティの大ファンなので、うん、3人で大阪城ホールにライブに一緒に行くほどの仲でした、はい、そんな妹夫婦にライブグッズのニット帽と手書きの手紙を新潟まで郵送しました、うん、届いたという笑顔の LINE を見た時めっちゃ幸せでした、うん、また来年春にはハワイで結婚式をするのでそこにもプレゼントを持っていきたいなと思っていますと仲いい,い,いいですね妹思いですねねえ 三人で3人でライブ行くぐらいですからね旦那さんといいですねみんなが好きなやったらな喜びますよ趣味も合うってことですからハワイで結婚式いいないいですね結婚式ハワイな確かに憧れますね思い入れがねあってもなくてもやっぱこのハがあるというかハワイで挙式 この時代でもやっぱり憧れすごいなと思うもんね絵になりますしねしてみたいなハワイえまたプレゼントその時にも持っていくってねね年いった時もいけるしなえハワイね何なんですかハワイですかプレゼントの話ですよ結構行きたがりますねずっと言ってるよオープンからさあ次のメッセージですよ村さんてますからね メッセージですよお前メッセージ言うとったやない何もメッセージあるからやろ入ってるんですかラジオネーム「佐賀ののよしあんさん」からいただきました急に DJ の皆さんこんばんは雨降りだしましたねあ河野さん忘れてたこんばんはあれおんなまえてるんですか月ありがとうございます河野さんマラソンかっこよかったですラジオとは別人のようでかっこ笑いとありがとうございます旦那がこれはどっち無視されてる方違う方なんて旦那が聞いてましたよすごい 生でお二人を見たことない旦那はラジオしか知らなくてすいません。うん、私は疑音歌月で昨年の京都教育大学の学祭で、<ー>え今日は明日、明後日が学祭です、うんえー。生でお二人の、お、河野さん、ほんまにかっこよかったです。お疲れ様でした。ではこれからも楽しみに聞いてます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。えー、BS、野村さん、京都教育大学生の息子の先輩にめちゃくちゃ似てるんです。だからすごく親しみが、うん、ありがとうございます。 <laughs> その読み方やめてよ。ありがとうございます。<laughs> <laughs> そんなんちゃうで。あ、なんですかね。DJ なんか D J の人ってずっとなんか喉に炭酸入れてますもんね。シワシワした感じ。<laughs> 見ていただいたんですか、いろいろなんか偉いでも河野さんのこと、褒めてますね。うん、ね吉本陸上ね出さ、ね、せてもらいまして、うん、ずっと走ってる成果を出たんですよ、やっと、うん、あの毎年出させてもらった長距離ね、5キロ走るんですけど、はい、3分半遅れで、の y の選手が走り出すんですよ、はいうん、でそれにみんな抜かれていったら脱落していくというので、うん、今回3年出させてもらって、初めてナイに勝ちました。 そうなんですよ何とか逃げ切ったんですよよかったですほんまにそれを見ていただいたってことですもんねかっこよかった嬉しかったわでもね送ってくださった嵯峨のよしやんさんの旦那さんはそれを見て「これはどっち無視されてる方違う方?」って聞いてましたなんだ無視されてる方ってプリマ旦那の無視されてる方ってないの方々で無視されてる方正解ですばボケと無視されてる方方法で々で無視されてる方ですやめろ DJDJ の喋り方やめてくれ なあ。無視されるんですか無視されてないわいや君たちでしょ ここのラジオ聞いてることでしょ君たち君ちでしょ君ち無視する方でしょ無視すんなよえそうですかね輪に入れてあげてるつもりだったんですその感覚がおかしいね輪に入れてあげてるって上からも感じなんかねんかね、ちゃん仲良ない友達の弟ぐらいのごまめもごまめかんよ声かけてあげようかいや対等なプリマダンダのとつがないとやあそうです 入れてもらって。失礼しました。はい、そうです。<あ>その通りです。頼むで。ありがとうございます。<ー>お前、そんなん絶対言うなよ。<laughs> <laughs> ごめんなさいそんな絶対ようなちょっと感情的になっちゃいましたプロでやってはんす。みません対等。違う上とか下とかないねもちろんないですごめんなさい対等な関係で三人仲良くしてるからいや全然全然もう一枚いきますかもう一枚いきましょうふうさんから頂きましたプリマナナさん中島さんこんばんはこんばんは今回のテーマプレゼントですが気になってる彼に腕時計をプレゼントしたいなと思っていますえそこで好みを探りたいのですが共通の知人がいるわけでもなく頻繁に連絡を取り合う関係でもないので いい探り方があれば教えていただきたいです彼氏彼女でもないのに身につけるものをプレゼントするのは重たいですかねと<ー>彼氏ではないねだまだね彼氏ではない値段次第やな腕時計腕時計ね<ー>あでも1万以内でね全然あるから<ー>どの感じかよねだから仕事とかホームルなの場所でもつけれるようなああいうシルバー系のね、うん、ダイバーズウォッチみたいな感じなのか もうちょっとカジュアルなカジュアルなんでいいんじゃないやったらホンマにブランドのやつとかでいいんじゃない ?1 万前後ぐらいまでがマックスででももうそのすでに気持ち伝わりますよねまあね時計プレゼントまあ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 わかりやすくなるもう好きってことがバレちゃうってことねバレますバレますでもいいんちゃいますでもうんそこまで思ってるんでしたらねん。誕生日か何かね プレゼントしようと B は書いてないけどもしかしたらクリスマスの可能性もあるよねわあなるほどねこの間ありがとうございましたあのえっですかああのラジオネーム風ですあの時計プレゼントしようってああ言うてましたああ買いましたあ買いましたありがとうございますいや全然全然いや心配してたんですあれからどうなったかなあってああのそれでその時計なんですけどあ、はい野村さんにえ DJ 風の英語出さんでいいですなお前のことか、これ。お前のことなわけないやないかな。ないよ、絶対。送ってけへんって。んであげる人にこんな探り入れてくんねん。連絡取られへん相手や言うてねんか僕っすか、ロレックスの。あげへんわ、あげへんわ、お前。ロレックスなんかくれるか、お前、高級。無理ですよ。 ね、ほんで、まあ、カジュアルな。うん。なんか、アディダスとかね、その辺のぐらいの。可愛いやつ。あるうん。いいんちゃいますか。いいかもしれないですね。うはい。オッケー、出ました。ありがとうございます。いや、もう、オッケー、黙って出してるから、一ち言わなくていいです。なんで、別にいいや。ん言うな。オッケー、出ましたね。はい、メッセージ、ありがとうございます。この後は、ワンステップビューティーです。はい。 クリマダンドの今夜も突ツガンライト KBS 京都からお送りしていますワンステップビューティー 変なれんさあきれいになりたい女の子おしゃれになりたい男の子を応援するこのコーナーではヘアスタジオアルスの方にお越しいただき毎回髪の毛やスタイルのあれこれをじっくりお伺いしていきます今日はアルスの山本さんとカットモデルのさよさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろししくお願いさあさよさんさよちゃんちゃんねさよさんでもいわゆるショートカットでもうね今の時点で結構短めですけどはい 伸ばしていこうと思ってます。なるほど、<ー>伸ばしていこうと思って途中、なんで伸ばしたいんですか？ 今まで結構短い髪型ばっかだったので、うん、ちょっとイメージチェンジしてみようかなと思って、うん、ーはい僕伸ばす方のイメージチェンジって昨日長いイメージチェンジだけどそう,でそうなんですよ来週、えー、ドーンと長くなるわけにもいかないのでそう <laughs>、はい、徐々に徐々に変わっていって2年ぶりぐらいに終わった日か <laughs> そういうとだったイメージチェンジだけど <laughs> エクステとかつけることもないでしょそういうことしないでしょそれもちろんいや部分的にやってもええねんけどんんあのー 例えばこう女の子から中地とかから見てヘアスタイルどう見えるえ <っ S 1> 何,何スタイル見える <えっ S 1> あるやん、いろいろレイヤーとかボブとかマッシュとーこうほうほうとか<ー>こういろんな、えー。なんて言うんですかでしょうショートのえっ レイヤーって言うんですかね、でもダウンはついてますもんね。っていうふうな、の何とも言いえん髪型っていうか、どうなってんやろっていうか、逆に言うとどうしちゃいんかなみたいな、伸ばしてる途中ってどうしてもね、そうなりがちな。で、あ一言で言うたら、なんとなくショートカット、最後のが上がるね、ショートカット。 はハテナがつかむ上がるショートカットやと思うねどう変えるかですよねだからそのある意味掴みどころがないねんかははいい。そのイメージとしてそうそう主張がないっていうかはい。でこうまあああの切ってあるような短くみたいな感じがするやんかうん。だからでもあのくせ毛で毛量が多いっていうのがうん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  見て分かんちょっとね髪の量が多いかなで頭の角っこを日本人基本的に張ってるから、うん、そこが膨らんでくるのが気になるし、うんでえー、そこが膨らむことによりけり髪の毛がめっちゃ多いやんみたいな感じになってくるのが。うんうんうん しいしついつい日常はニットキャップかぶってごまかしてしまおうかなって思ってしまった感じちゃうのさっゃんそんな感じですすごい当たってるだからそんな感じやからニットキャップをかぶらんでもいいように逆に縮毛を当てたらいいわけよなそうなしたいああ食物矯正食物を当てることによって伸ばしたいっていう意見があるから切りはしんへんけれども あの整える感じと毛量を、えー、調節する感じでボブに見せるボブ出たボブ<ー>見た目が見えるんですね,ね結構ショートだからボブになるのかなって感じですけど、ね、だからほらあれ全く聞き合へんことあるはないよ、はいねうん、でも今日伸ばせるようにいけるしな へえで、ー、これはまだ分からへんけど髪の毛もまあ黒やし、はい、あんだけど地毛がまあ6レベルとか、うん、あのぐらいの一般的な河の君やと変わらへんぐらいの黒なのもうちょっとだから青みの入ったね

言うてるけど黒にするき、はい、黒やから赤みがあっても青みがあっても分からないね見、うん、た目は、はい、でも人に与えるる印象が若干結構変わりますねそこが大事ですよね,ね、うんうん、結局見た目で黒やんしか言われへんけどどっちもね黒やんしか言われへんけども、うん、なんか こうよりこう黒静かな黒やなっていうのと、うん、なんかあったかい感じがする黒っていうふうな印象が変わる、うん、だからそういうのがすごい大切だと思うんで確かにそうですねの雰囲気とかを前髪ほらめっちゃ短かったのに見合いっすんす、うん、ちょんちょんにはしんどいけど多分でも前髪ちょんちょん時代もあったと思うねん。 ありました全部見抜きますゃ受けよかったやんそうですね割とただ幼い見えるからちょっと嫌っていうそうですそうですすごいねちょっとじゃ大人っぽくなりたいという気持ちもあると今そうですねだからその印象として形が与える印象ってあるよっていう話を何回かしたことあると思うんやけども小僧形心理的に 落ち着いた大人に見える印象を 部分的に作っててやればそうくる今回だからめっちゃ難しいというか今ね伸ばして途中から切ることもほとんどしないね黒髪ですし染めることもしないから黒のままでもちょっと変えたいっていうしかも動画変しさはありますよねもうでかなり細かいところ作業ですからねそうそうだからちょっとずつちょっとずつ色々並んで寄せるみたいなどうなるんでしょうか サヨさんの、えー、お写真もまたホームページにアップします、はい、来週の返信ぶりと見比べてみてください、はい、さあこのコーナーではカット、パーマ、カラー、トリートメントなど紙についてのご質問も受け付けておりますヘアースタジオアルスは大池店、北山店と2店舗あります詳し,詳しくはネットから<れ>ヘアースタジオアルスと入力して検索してください <laughs>、はい、今日はアルスの山本さんとカットモデルのさよさんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました フリマダウンの今夜も突がないと。メッセージお待ちしています。メールアドレスは旦那アットマーク。K. B. S. ドット京都。d A. N. N. A. アットマーク。K. B. S. ドット京都です。 ということでステッカーの当選者から発表しましょうか、はいえー、まずは東大阪市の省エネ怪人さん兵庫県ラジオネームプロ野球県選手さんそして最後は琵琶湖さん3名の方ですね。おめでとうございまございます,いますはい なんかあとね一つメールが来ております愛知県のですね水星石のマスターさんからですねいつも送ってくれた和牛さんのラジオではステッカーをメールを読まれた人全員にプレゼントしてますよ抽選などケチケチしないでプレゼントしましょうと来ましたはこれプリマ旦那宛てに言ってるんですかねいや分かんないですこれはプリマ旦那宛てらしいですはあ <laughs> 俺ら悪ないしな毎週ギ澤さんとまた別個やしな小学生みたいにならない <laughs> 3人だけですもんねこのラジオはね、うん、これからはいいですかってなるとこれまでの人たちがそうだから逆に 価値下がっちゃだから、そんな価値あるもんですかってことは、もちろん、ホラーナイトみたいなのありますよ、なんでくれへんかって、いうの、みんな来ますよ、だからもう、もらえるまで送ってほしいって思いましょうねういや、それはそうやんか、ポンポン上げてたら、その価値なくなりますから、読まれてよかったらもらえるってことですから、嬉しいなってことです。すません水星石の マスターさん河野がこう言ってますそんなもん伊藤でまでいいよって言ったんですけどいやいやいやあと1枚やってたんでそんなね甘やかしてあかん僕らのイベントのお茶わせでも大体こういう感じなんですよ決まりかけてたことをまず彼はクラッシャーしてくれてそう意欲は伝わるから水星敵のマスターさんもねだどんどん送ってくださったらいつも送ってくださってますよまだ甘いええ甘いんですってまだ甘い野村はそんなこと思ってませんよそりはそう言ってます もう一人20枚30枚どんどん送ってきてくださいそれはそうですよそれ本ンまやめてくださいんでやねんいやいやいや本当にたくさんいつも頂いててありがたいぐらいですよ読み切れないのがね面白いでご紹介できないのがそうなんですよおもろしいっていうのはこういうの好きになってもらわないと削ってもいいなっていうぐらいですよあれんでやねんちょっとまあまあ言うてる間にね年のせいも近づいてきて1月僕ら予定ではね元旦が金曜日なんですよ 応援あるんじゃないかってことで、そこも思えてまあ元旦元日スペシャルとまあ目視つつももうちょっと大刷新大刷新リニュアルリニュコーナー抜本的に見直さなあかんの。野村のも野村のも変えんの。中地さんのコーナーをねやっぱり。

楽しみにしておいてください。ワステップビューティーも変身ぶりをまたご覧いただければと。どう変わるかね。そうなんですよ。楽あれは。っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。また来週の金曜日に、午後六時からお耳にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。バイバイ。